J リーグ想像を超えたヒーローは J リーグから飛び立った。次は誰の番だ。超えていけ。未来を作るのは俺たちだ。皆さんこんにちは。本日は2013 J リーグキックオフカンファレンスにようこそお越しいただきました。誠にありがとうございます。 J リーグチェアマンの大東和美です。新しいシーズンを迎え、毎年こうして開幕前に皆様にご挨拶させていただいておりますが、これだけ多くの方にご参集いただけることが何よりの喜びであります。今年も素晴らしい年を迎えることを確信しております。まずは長年にわたり協賛いただいているトップパートナー各社の皆様をはじめ、多くのご支援をいただいております関係各社様、そしてファン・サポーター、テレビ、新聞、雑誌、ウェブ等のメディアの皆様、すべての方々に変わらぬご声援を頂戴し、深く感謝いたします。1993年に誕生した J リーグは、おかげさまで20周年を迎えました。多くの皆様の記憶に残る、あの国立競技場での川淵三郎初代チェアマンの開会宣言から20年の歳月が流れたことになります。ここで少し日本サッカーの歴史を見てみたいと思います。日本サッカーは1921年に日本サッカー協会が設立されてから今年で92年の歴史を重ねてきました。その中でご覧のように1993年のJリーグ発足が一つの大きな節目でした。その後4回連続 FIFA ワールドカップ出場、またオリンピックには5大会連続を果たしました。2007年の浦和レッズ、2008年のガンバ大阪とアジアチャンピオンリーグで2度の優勝も果たしました。日本のサッカーの成長は J リーグの成長とともにあったと言えます。今では J リーグ全40クラブが
30都道府県にまで広がりました。そして2013年4月下旬にも J1、J2 通算1万試合を迎えるという説明の節目の年でもあります。今年も昨年同様、 J1 が18クラブ、 J2 が22クラブの40クラブでスタートいたします。開幕を告げる富士ゼロックススーパーカップはサンフレッチェ広島と柏レイソルの対戦です。そして J1 リーグ戦は3月2日、 J2 リーグ戦は3月3日に開幕いたします。さらに3月20日には山崎ナビソカップの開幕も控え、2013シーズンも全国で熱い戦いが繰り広げられます。今年のトピックスですが、 J2 においてビファーレン長崎を新たに J リーグのメンバーに迎えました。その他にも私としてはお話したいこと、見どころや各クラブの注目ポイントがたくさんございます。お時間の関係もあり大変申し訳ございませんが、すべてをお話しすることがかないません。ぜひ第2部での各クラブのブースをご訪問ご取材いただきたいと思います。 J リーグ20年横浜 FC の三浦和義選手は1993年からの開幕から現在も現役として活躍しています。大変素晴らしい、すごいことだと思っております。そして開幕当初にまだ生まれていなかった選手たちも今の J リーグでたくさん活躍しています。また過去に J リーグで選手として活躍され、今は監督またコーチとして、またクラブ経営者になられた方もいらっしゃいます。20年を経て J リーグの姿も少しずつ変化してきております。 J リーグを作り歴史を彩ってきた彼らの姿に今年もぜひ注目ください。今年はいくつかの20周年の記念行事も検討しております。また詳細が決まり次第発表させていただきます。 J リーグはこの20年間で急成長を遂げたのは確かですが、我々はその歩みを止めることができません。現状に満足しては進歩はありません。話は少し変わりますが、昨年より新たに取り組んだことにアジア各国のリーグとの連携があります。これはアジア各国との共栄を図り、世界におけるアジアのサッカーの地位の向上を目指したものです。タイ、ベトナム、ミャンマーのとは、昨年パートナーシップを協定いたしました。パートナーシップ協定を締結いたしました。その他の各国とも現在個別に協議を進めております。これらの国々とは、具体的に一つは地上波また有料放送による J リーグの露出を増やして、 J リーグに触れる機会を増やす取り組みを行っています。またサッカークリニック、セミナー等のイベントを実施しております。2013年のキャンプを4クラブがタイで行いました。ASEAN 各国の選手が J リーグで活躍するというシーンが近い将来にあってもいいのではないかと思っております。これからの J リーグが目指すもの、私は今年は何としてもアジアチャンピオンズリーグのタイトル奪還、そして FIFA クラブワールドカップで優勝と狙うという勢いで今いきます。これまでの20年間でワールドカップ連続出場、オリンピック連続出場など夢のような実績を残してきましたが、もっと貪欲に新たな目標を追求してまいります。そのための具体的な施策として、アジアチャンピオンズリーグで向けたサポートプログラムを4年ぶりに立ち上げ、水曜4クラブに対して
日本サッカー協会とともに財政的人的サポートを実施することを決めました。 J リーグが全国に広がりつつある中で準加盟申請をして J リーグを目指したいというクラブも増えております。地域に根ざしたスポーツクラブを全国に広げ、多くの人々がスポーツと触れ合って生活できる環境を作っていくという J リーグの大きな理念を実現していくために、私どもはこれからも議論を重ねていきます。最後になりますが、 J リーグと各クラブは一体となって東日本大震災復興支援活動を今年も引き続き継続いたします。決して忘れないという強い意志を持って力を一つにしてまいります。本日ご参列の方々におかれましては、本年も引き続き J リーグをお引き立ていただけますようお願い申し上げまして、私の挨拶と返させていただきます。どうもありがとうございました。皆様、本日は 2013J リーグキックオフカンファレンスにお越しくださいまして誠にありがとうございます。私、本日の司会進行を務めます松木康太郎です。石山愛子です。どうぞよろしくお願いいたします。いやー、いよいよ J リーグも、何歳ですか？20歳ですよね。ということは僕も20歳過ぎたってことですね。そうですね。楽しみですね。はい、はい、あの明日の富士ゼロックススーパーカップからのキックオフでいよいよ始まりますが、はい、この開幕を間近に控えたチーム、うん、選手、監督ってこうどんな心境なんですか？これあのやっぱり大会前といいますか、リーグ前でまず一つ言えることは、どのチームの監督さんも選手も、はい、優勝の可能性があるという、こういうふうに思っていると思いますので ね、ですから、まあその胸 の、 この高まりというのは相当なものだと思いますね。そうですよね、はい、そういった表情も今日ぜひね、皆さんご覧いただきたいと思います。はい、そして今年のキックオフカンファレンスは松木さんを司会にお迎えして、僕はあのこの連絡をいただいた時に監督のオファーかと思いました。違ったんですね。司会だったんですね。すいませんよ、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、それでは初めに J1、J2 監督紹介です。まずは J1 昇格をかけて戦います J2 22クラブの監督紹介です。コンサドーレ札幌、財前圭一監督。モンテディオ山形、奥野良介監督。本日は都合により欠席です。水戸ホーリーホック、柱谷哲司監督。栃木 SC、 松田博史監督。ザスパ草津群馬、秋葉忠弘監督。ジェフユナイテッド千葉、鈴木純監督。東京ヴェルディ、三浦康俊監督。横浜 FC、 山口元弘監督。松本山雅 FC、 反町康晴監督。カターレ富山、安間孝義監督。 FC 岐阜、行徳浩二監督。京都サンガ FC、 大木武監督。
ガンバ大阪、長谷川健太監督。ヴィッセル神戸、足立亮監督。ガイナーレ鳥取、小村範夫監督。ファジアーノ岡山、影山正永監督。徳島ヴォルティス、小林慎二監督。愛媛 FC、 石丸清隆監督。アビスパ福岡、マリアン・プシュニク監督。ギラバンツ北九州、柱谷光一監督。ウィッファーレン長崎、高木拓也監督。ロアッソ熊本、吉田康監督。続いてリーグチャンピオンと山崎ナビスコカップ優勝を目指して戦います。 J1 18クラブの監督紹介です。鹿島アントラーズ、トニーニョ・セレーゾ監督。大宮アルディージャ、ベルデニック監督。 FC 東京、ランコ・ポポビッチ監督。川崎フロンターレ、風間八尋監督。横浜 F ・マリノス、樋口康弘監督。湘南ベルマーレ、張貴寿監督。ヴァンフォーレ甲府、城福博監督。アルビレックス新潟、柳下正明監督。清水エスパルス、アフシン・ゴトビ監督。ジュビロ磐田、森下仁監督。名古屋グランパス、ストイコビッチ監督。セレッソ大阪、レヴィ・クルピ監督。サガン鳥栖、ユン・ジョンファン監督。大分トリニータ、田坂和明監督。続いて今シーズンアジアチャンピオンズリーグに出場します3クラブの監督紹介です。柏レイソル、ネルシーニョ監督。浦和レッズ、ミハイロ・ペトロビッチ監督。ベガルタ仙台、テグラモリ・マコト監督。最後に昨シーズンのチャンピオンクラブ監督の登場です。
サンフレッチェ広島、森保一監督。広島広島以上 J1、J2 全40クラブの監督です。全40クラブの監督が勢ぞろいしました。シーズン開幕を控えてすでに緊張感に包まれていますよね。それではインタビューを行いたいと思います。全クラブの監督にお集まりいただいていますが、できれば皆さんから、ね、お話を伺いたいんですが、リーグ戦に向けての意気込みなどはこの後選手に伺いたいと思いますの で、はい、この後、そうですね、リーグ戦とともにアジアの厳しい戦いに挑む、はい、アジアチャンピオンズリーグ出場クラブの監督の皆さんから、ね、お聞きしましょうか。はい、では、まずは柏レイソルの、はい、ネルシーニョ監 督、はい、いかがでしょうか。ではまずはネルシーニョ監督にお話を伺います。どうもどうも。ネルシーニョさん、天皇杯を優勝して、そして2年連続、まあ、この AFC にチャレンジするわけですけど、その意気込みをまず。Uma experiência que nós adquirimos o ano passado e com certeza vai nos ajudar muito esse ano. 去年の経験が非常に今年は生きると確信しております。どうですか、戦い方とか、まあ、昨年と今年はもうちょっとこの辺をという、まあ、アウェーの試合でかなり日程的にも苦労されたと思いますが。Bom, eu acredito que o Rei Sol hoje é um time, um clube que entra nas competições para procurar vencer também, né? Não só para competir. Então, nós pensamos em vencer a ACL. 今のレイソルは間違いなく参加するだけじゃなくタイトルを狙うと、そういうふうに自負しておりますので、もちろんタイトルを取りに臨みます。ありがとうございます。ムイントブリカ。続いてベガルタ仙台のテグラモリ監督にお願いします。はい、ます監督、初挑戦ですけどいかがですか。いや、本当初挑戦なので、まあ去年は被災地チームとして、まあ日本に対して被災地チームとしての希望の光になりたいと、今年はアジアに出てね、日本で被災地チームとしてもこれぐらい頑張ってるんだっていうのをね、アジアで示したいなと思います。過去いろんなチームが、まあ、いろんな戦い方をされてますけども、その辺ご覧になっていかがですか。まずは、まあ、いろんな過酷なことがあったという話はもう情報で取ってますので、自分たちとしてもいろんな情報を入れてね、参考にしながら戦っていかなければいけないと思ってます。ありがとうございます。頑張ってください。では浦和レッズのミハイロ・ペトロヴィッチ監督に伺います。どうも失礼いたします。まあ、クラブとしても監督としても、まあ、この AFC の ACL という出場、2010年にはまあ別のクラブといいますか、そして浦和レッズとしてはもう過去2回出場して久しぶりの出場ですけど、その辺いかがですか、今回にかける思い。Gut, diese ACL, das ist höchste Liga in Asien. Und wenn man spielt in höchste Liga in Asien, will alles Beste zu geben. Das ist keine Frage. まあ、やはり、ACL というのは、やはりこのアジアでは最もね、最も高いレベルの大会であると。やはりその大会に、参加できるということは、我々はその大会において、自分たちのベストをとにかく、尽くさなければいけないというふうに思っています。ありがとうございます。Vielen Dank。どうも。最後にサンフレッチェ広島、森保一監督です。お待たせしました。もうどうですか、チームとしては、まあ、初優勝今シーズンしまして、相当やはり J リーグでは追っかけられる立場になりました。その辺いかがですか。そうですね、昨年 J1 で優勝することができたのは、まあ
大きな自信につながったと思いますけど、我々は横綱相撲をして優勝できたわけじゃないので、まあ、今年のシーズンに関しては去年得た自信とさらなるチャレンジ精神を持って高みを目指していければというふうに思ってます。これ今前監督さんにも2010年以来の今回の ACL ですね。その辺はどうですか？そうですね、まあ、2010年の時に、ミシャさん監督されてて、その時に、ACL 出たわけですけど、まあ、その時プレーした選手も数多くまだ広島に残ってますし、まあ、チームの経験値としては、あるので、まあ、そういう経験を生かして今年の、ACL に臨みたいと思います。頑張ってください。もうぜひとも決勝にどこかのチームが、ね、残ってもらいたいと思います。はい、ありがとうございました。J1、J2 全40クラブ監督のご紹介でした。それではここでフォトセッションです。以上でフォトセッションを終了いたします。大東チェアマン、監督の皆様、どうぞご講談ください。
ありがとうございました。ありがとうございました。さすが開幕前で、はい、監督さんの表情はもう緊張がありますね。そうですね。松木さんも監督の時はもうああいう感じで、あ、僕らの時は選手が良かったですからね。そうですか、はい、さて、はい、続いて J リーグオフィシャルパートナーのご紹介です。 J リーグオフィシャルパートナーは日本中に緑の芝生が広がり、誰もが気軽にスポーツを楽しめる豊かなスポーツ文化を育むという J リーグの目指す理念に賛同し、共に歩んでいただいている皆様です。それでは2013シーズン J リーグオフィシャルパートナーの皆様をご紹介いたします。まずはJリーグトップパートナーのご紹介です。カルビー株式会社様、キャノン株式会社、キャノンマーケティングジャパン株式会社様、株式会社コナミデジタルエンタテインメント様、株式会社アイデム様、日本コカ・コーラ株式会社様、日本マクドナルド株式会社様、株式会社 JCB 様。以上、 J リーグトップパートナー7社のご紹介でした。続きまして J リーグ100年構想パートナー朝日新聞社様、 J リーグフェアプレーパートナー東京エレクトロン株式会社様、リーグカップスポンサー山崎ナビスコ株式会社様、スーパーカップスポンサー富士ゼロックス株式会社様、 J リーグオフィシャルエクイプメントパートナーアディダスジャパン株式会社様、株式会社モルテン様、 J リーグオフィシャルサプライヤージョンソン&ジョンソン株式会社ビジョンケアカンパニー様、J リーグオフィシャルブロードキャスティングパートナースカパー JSAT 株式会社様、スポーツ振興パートナー独立行政法人日本スポーツ振興センター様、 J リーグオフィシャルチケッティングパートナーピア株式会社様。以上、今シーズンの J リーグを共に歩む J リーグオフィシャルパートナーの皆様のご紹介でした。続いては J1、J2 開幕カードとともに40クラブを代表する選手の登場です。はじめに J2 開幕カードのうち6カードの選手登場です。3月3日13時キックオフ、栃木 SC 対松本山雅 FC、 パウリーニョ選手、塩澤翔吾選手、同じく13時キックオフ、ジェフユナイテッド千葉対コンサドーレ札幌、山口聡選手、日高拓磨選手、同じく13時キックオフ FC 岐阜対 FC 横浜 FC、
服部俊博選手、竹岡優斗選手。同じく13時キックオフ、徳島ボルティス対ヴィッセル神戸、斉藤大輔選手、河本博之選手。14時キックオフ、東京ヴェルディ対アビスパ福岡、飯尾和典選手、古賀雅弘選手。15時キックオフ、ギラバンツ北九州対カターレ富山、森村光太選手、アスケ翔選手。続いて残りの J2 開幕5カードの選手登場です。15時キックオフ、ロアッソ熊本対ガイナーレ鳥取、北島秀明選手、戸川健太選手。15時30分キックオフ、水戸ホーリーホック対ザスパ草津群馬、本間浩二選手、後藤亮選手。同じく15時30分キックオフ、ファジアの岡山対ビファーレン長崎、千秋孝則選手、佐藤幸彦選手。同じく15時30分キックオフ、愛媛 FC 対モンテディオ山形、吉村圭司選手、秋葉勝選手。16時キックオフ、ガンバ大阪対京都サンガ FC、 倉田修選手、安藤潤選手。続いて J1 開幕カードの紹介です。3月2日14時キックオフ、ベガルタ仙台対ヴァンフォーレ甲府、赤嶺慎吾選手、柏義文選手。同じく14時キックオフ、横浜 F マリノス対湘南ベルマーレ、富澤聖太郎選手、長木亮太選手。同じく14時キックオフ、名古屋グランパス対ジュビロ磐田、小川良純選手、山田裕樹選手。同じく14時キックオフ、セレッソ大阪対アルビレックス新潟、柿谷陽一郎選手、東口正明選手。同じく14時キックオフ、サンフレッチェ広島対浦和レッズ、佐藤久人選手、阿部勇樹選手。同じく14時キックオフ、サガン鳥栖対鹿島アントラーズ、藤田直幸選手、柴崎岳選手。16時キックオフ、大宮アルディージャ対清水エスパルス、青木拓也選手、杉山浩太選手。19時キックオフ、大分トリニータ対 FC 東京、宮沢雅史選手、石川直弘選手。
3月3日13時キックオフ柏レイソル対川崎フロンターレ、大谷秀和選手、大久保嘉人選手、以上 J1、J2 開幕カード紹介、全40クラブを代表する選手紹介でした。さあ J1、J2、はい、全クラブの選手の方々勢ぞろいしました。ここからは、はい、あれですね、選手の皆さんいろいろ質問しながら、お話を伺ってまいりたいんですけど、ね、はい、石山さん、細かい説明なんか、はい、新たな試みということ で、 そうなんです、ちょっと面白くお話を伺いたいと思うんですが、いやでも立派ですね皆さん ね、 ね、あどうもどうも佐藤選手これからですね、どうもどうも、あの選手の皆さんにいくつか質問をします。なるほど、はいの場合だけお手元のボタン、1番のボタンを押してください。いいえの時は何も押さなくて結構です。はいの時だけ1番のボタンを押してください。はい、はいは1番で、はい、いいえの時は押さなくて結構です。いいえは押さない、間違って押さないようにお願いします。よろしいでしょうか。それでは早速質問を伺います。最初の質問です。今隣にいる開幕戦の対戦クラブとは正直開幕戦では当たりたくなかった。はいの方のみボタンを押してください。どうぞ。開幕戦っていうのはね、またそうですね、ただね、これどちらのチームもこのチームと当たりたくないなってあんまり言いたくないですからね。言えないっていうのもありますか。言いづらいと思いますよね、ですからまあどこが来ても大丈夫だろうというのがまず普通かなとは思いますけどもね。松木さんの考えでは、はい、40名の選手全員は押してないと。押してないと思いますね。もうどこが来たって俺は大丈夫だよとね。富澤選手どうですか。さあ本当の選手の心の内はどうでしょうか。結果が出ました。結果です。あ、5人の選手は正直に答えてくださいました。じゃあすみません、手を挙げてください。今5人の方え、あげる。ああ、げました。さすがですね。当たりたくなかったと。どうですか。前田選手がいるんで、あんまりやりたくない。正直な感じ。でもこれが逆に前田選手にこうちょっとね、ほっとさせるような逆かもしれない。わざとプレッシャー与えたりとか、はい。そして注目カードとしては、やはりディフェンディングチャンピオンのそうです、ね、サンフレッチェ広島、佐藤久人選手と、それから浦和レッズ、阿部由紀選手にちょっとお話を伺いたいと思います。いやこれ何年、2年連続同一カードですか。そうです。どうですか。いやまたかなっていうふうに思いましたけれど、昨年負けてるんで、また同じ相手とやりたいなと思ってたんで良かったなと思います。その負けてる得点をしてるのが佐藤選手、はい、どうですか。そうですね、本当に J リーグが注目していただけるように開幕カード組んでくれたなと感謝してます。じゃあボタンは押してないんですね、お二人とも。押してないです。押してないですか。押してないです。本当ですか。本当です。わかりました。じゃあ楽しみに開幕ね、我々も熱く見たいと思いますね。ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ拍手を。さあそれでは次の質問です。 J リーグが開幕して20年経ちますが、20年前の J リーグ初代優勝監督を知っている、はいの方ボタンを押してください。やらそうなのこれね。20年前なんですね。20年前にあったんですね J リーグ初代。そうですよ。知ってるという方だけボタンを押してください。これは超有名な方なんですかね。どうですかね。嫌な質問だねこれね。ここに40名の選手の皆さん知っている、はいは、まあ、40人の方が知ってたら40で出ますからね。はいだと40、はい、全員が知ってれば40って出るんですね。そうですね、はい、40ですよね。そうですね、はい、あ結果が出ました、はい、結果です。あれおあらあれ14人半分。どうなってんですかこれ。半分以下。半分以下じゃない。っていうか20年前ってことは今
20歳とか21歳ぐらいの選手って、ね、選手今こちらにいらっしゃる選手手を挙げて柴崎選手も若いですし22、3歳、いましたセレッソの柿谷選手23歳柿谷選手ちょっと柿谷選手どうぞお越しください22歳 3です今どっちですか押しました押してないです押してないってことは知らないってことはいはらーひどいねいや雰囲気で分かってましたけど、まあ、あと石山さんお任せしますはいあの雰囲気では分かってらっしゃったんですけど本当正直なところは知らなかったということで、はい、あれ20年前って言うとおいくつですか3歳ぐらいですかね3歳3歳じゃねきっと違うもののがいいですよね柿谷選手正解はこの方ですはいいや若いね誰も全然わからないねもうねあわいだわいだあら若いこれ誰だか分かりますちょっとこの写真じゃ分かりにくいですかね分かんない、はい、左にいる方です言われてんのわざととぼけてくださいとか言われてそんなことない、はい、いやこれ僕が36ぐらいの時ですよね、はい、まあいいじゃないですかこの質問はもうねあんまり受けなかったからでもあの頑張ってください今シーズンね、はい、立松木さんなんかあの素敵な時計をしてるんですよね昨日あこれねこれその時に僕あの最優秀監督賞の副賞でもらった時計を今日してきましたこれ20年動くんですねローレックスすごいですよいまだにねうわー綺麗だな、ね、いいですねまあそんなこと柿谷、はい、選手ありがとうございまし ましたどうぞ握手をでもあの歴史を感じます ね、 なんかね知らないってはっきり言われちゃいましたからねまあいいですねでも柿谷選手 の鋭いドリブルとかねなかなか得点力のね、はい、このいい感じのプレーはね楽しみですよ今年も期待しています、はいさあそれでは次の質問です次は J2 の選手に伺います J2 22選手のみにお伺いします今シーズン J1 昇格の3つの椅子を勝ち取るのは自分たちだはいの方ボタンを押してください、J2 こちらには22選手がいらっしゃいますので22選手に伺います今年から昨年からあのプレーオフがね、うん、そうですね6位まで行けるのかな可能性がありますよ ね、 すねはいそうなんですよねあの松木さんはどういうふうにプレーオフを昨僕らの頃はね僕の頃はあの J2 ではなくて日本リーグ2部から1部に上がるのに5年かかりましたからねそうやってあの、はい、毎回入れ替え戦を戦ってたという、うん、そこまで行くんだけど入れ替え戦でやられてしまうという、まあ、本当に少しの差なんでしょうけどもやっぱり微妙ですよ ね、 そうですよね残ったり勝ち取っていくという、はい、厳しい戦いですよ ね、 そうですねさあ結果が出ました結果です、はい、お18人の選手22人中18人の選手が22人いないんですね逆に言うと、うん、これ、まはい、どなたぐらいに聞いたらいいだろう去年あの、ねはい、激しいプレーオフで経験している経験してるジェフ千葉の山口選手に山口選手今マイクをお持ちします山口選手はいどうも押しましたかはいあさすがですね正直あの去年プレーオフを戦ってみていかがでした楽しかったです楽しかった楽しかったでも悔しかった残ってません、うん、ってことはやっぱり今シーズンは何としても上がりたい、まあ、これ6位までまず可能性があるということなんですけどどうですか抱負をもう俺が連れていくとかですかね一言バッと言っていただければ私としてもすごく嬉しいさっき僕のは問題が外れてもこれで嬉しいこれで気持ちが戻るねバンと言ってください僕がジェフを優勝させますおー拍手をどうぞあ今拍手をした方はジェフファンってことですねされなかった方は他のチームということでよろしいですかそうでしょうかチームたくさんありますからす、ねはい、さあそれでは次の質問です今度は J1 の選手に伺います J118 選手に伺います J1 はリーグ戦とともに山崎ナビスコカップがありニューヒーロー賞というタイトルがありますが今シーズン自分のクラブにブレイクしそうな期待の若手がいるはいという方スイッチを押してくださいお願いします J118 選手に伺っています若い選手のねそうですね活躍などももういいですよ ねいろんな賞があってね大東ちゃんはさすが太っ腹ですよねどんどん全部 J はいあもう結果が出ましたでは結果ですあもう13人の選手
ですね。うちのチームにはいい若いのがいるぞという。うね、ちょっと。それでは、石原さん、アントラーズの柴崎選手に伺いましょう。柴崎選手、こちらだ。前にどうぞ。どうぞ。まあ、去年はあの山崎ナビスコカップ MVP 受賞、それからあの J リーグアウォーズではベストヤングプレイヤー賞を受賞しましたが、柴崎選手から見て同世代で注目している選手いますか？鹿島アントラーズですか？あ、押してないです。あ、押してない。なんだ、ごめん。押してない。そうですか。はい、やっぱり俺以外にはいないと。いや、あのブレイクしそうなベテランはいっぱいいるんですけど。はい、あ、自分の他のチームでどうですか？まあ、外国も含めて。いや、たくさんいるんじゃないですかね。やっぱ俺か、自分だ。いや、それはないですベストヤングプレイヤー賞を受賞したときに外国の選手のこうライバルとして名前を挙げてましたよね。ライバルというか、まあ、あのそうですね、彼らのいる場所に、まあ、立たなければいけないという意味で、はい。そして山崎ナビスコカップは3月20日に開幕しますが、ディフェンディングチャンピオンとして意気込みを一言お願いします。そうですね、また、ナビスコカップ取れるように、ベストを尽くすだけです。まあ、大きなビッグゲームですからね、山崎ナビスコカップはぜひとも、連覇を狙ってください。はい、頑張ってください。ありがとう。ありがとうございました。どうもありがとうございました。柴崎選手でした。さあ、それでは次の質問です。次の質問はアジアチャンピオンズリーグ出場の4クラブの選手のみに伺います。実は ACL で優勝するための秘策がある、うん、ある。はいの方ボタンを押してください。佐藤選手なんかこう隠しながら押してます。隠しながら4選手に伺っています。柏レイソルの大谷選手とベガルタ仙台赤嶺選手、浦和レッズ阿部選手、サンフレッチェ広島の佐藤選手。結果が出ました。結果です。お、一人。大久保選手ですか。大久保選手。違う。今。一人しかいない。ACL に出場する。誰が押したんだろう。じゃあちょっとお話、じゃああの仙台の赤嶺選手と柏の大谷選手に伺いましょうか。前にお越しください。押しましたか？いや、押してないです。押しました？押しました。じゃあ、ここで秘策を聞いてみましょう。ないです。秘策はないですけど、まあ、やっぱその、まあ、気持ちを持ってやってなければ、まあ、取れないと思いますし、まあ、昨年は参加する初めての挑戦でもあったので、まあ、今年はその経験も生かして、もう最初から取るという気持ちでやるという意味で押しました。昨年の反省点というか、まあ、変えたいなというところがもしあれば。アウェーの戦いでなかなか結果を出せなかったので弱さを感じましたし、やっぱり自分たちがタフにならなければいけないと思いましたし、そのために素晴らしい選手たちも補強したので、その選手たちとアウェーでの戦いというところに注意をしてやりたいなと思いますね。赤嶺選手も意気込みのほど初出場ですね。そうですね、まあ自分としてもチームとしても初めてなんで、まあ楽しみながら、はい、やっていけたらと思います。優勝を目指してぜひ期待しておりますので、もうぜひ頑張っていただきたいと思いますね。はい、ありがとうございました。どうもどうも、拍手。さあ、それでは次の質問いきましょう。はい、全選手に伺います。正直今年のキャンプはめちゃくちゃきつかった。はいの方ボタンを押してください。1番のボタンを押してください。松木さんも厳しいキャンプをされてたんですか？いや、キャンプはね、苦しいトレーニングは楽しくやろうということで、まあでも今選手たちはもう相当やっぱりシーズンオフも自分の体調管理っていうのはできてる選手ばかりですから、はい、すごくいいキャンプになるんじゃないでしょうかね、うん、どこのチームも。さあ、それでは結果を見てみましょう。お、9人。やっぱりそうですよね、そんなにきつく感じないというね、はい、で今年はタイでキャンプを行ったチームもありましたが、はい、ね、結構多いんですよね、はいはい、ではジュビロ磐田の山田選手にお話を伺いたいと思います。はい、お待ちしてました。もう
タイのバンコク近郊でのキャンプだったんですね。はい。ボタン押しましたか？押しました。ああ、やっぱりね、暑さですか？はい、めちゃくちゃきつかったですね。何が一番きつかったの？いや、毎日走り込んだので、そろそろボール使うだろうと思ってもまた走り込みで、本当にきつかったです。ああ、やっぱりボールにこう、ウェルと言いますかね、いやーボール触りたいなというこのメンタリティをですね、選手に植え付けて、でボンとボールを使うとなんかもう生きたようにね、そこを狙ってたんじゃないかなと思いますけど、どうですか？そうですね、まあはい、体力は十分つけたので頑張りたいと思います。あの暑さという部分ですごくやっぱり自信がついたんじゃないですか？そうですね、体作り始める環境としては素晴らしい環境だと思います。はい、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。山田選手でした。どうぞ拍手を。さあ、では次は最後の質問です。はい。今シーズン優勝するのは絶対に自分たちだ。全選手に伺います。はいの方ボタンを押してください。まあ、こういった意気込みで、まあ、これは先ほどもお話ししましたけど、まあ今なら漏れなく誰でも言えますんでね、優勝を狙うってことは。これ何試合か終わってきますとだんだんこうトーンが下がってきたりですね上がったりしますんで、やっぱり今ここはもう多分全員がですね、俺たちだというふうに多分答えを出すんじゃないかなと思いますけど。はい、では結果が出ました。あら28人の選手が自分たちが優勝すると。これはやっぱり昨シーズン、そうですね、優勝の、はい、そしてたくさん点を取った佐藤選手に聞いてみましょうか。どうぞどうぞ前を。押しました。押しました。さすがですね。どうですか、どのぐらい、まあ相当追われる立場になると思いますけども。いや、優勝しましたけどまだまだ自分たちは強いと思ってないので、ただ優勝の喜びを一度味わった分、もう一度喜びを味わいたいって思いが強いので、やっぱりもう一回優勝したいと思います。個人的には相当やっぱりまた点得点を狙ってるんじゃないですか？いや、そんなことないですけど、まあ、昨シーズンは同い年でもある両一と得点争いできなかったので、今年は両一と得点を争いしたいと思います。もうぜひ期待してます、はい、頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで以上トークセッションコーナーでした。はい、ありがとうございました。どうも。さあ、明日はフジゼロックススーパーカップ、そして来週はリーグ戦、3月20日には山崎ナビスコカップの開幕です。今年も私たちを興奮させてくれる熱い戦いが全国各地で始まります。まあ、皆様ぜひスタジアムで一緒に興奮を分かち合いましょう。2013シーズンの J リーグいよいよ開幕です。それではここからはフォトセッションです。
以上で 2013J リーグキックオフカンファレンス第1部を終了とさせていただきます。第2部会場では各クラブブースでより詳しく取材をしていただくことができます。どうぞご準備が整いました方から第2部会場への移動をお願いいたします。想像を超えたヒーローは J リーグから飛び立った。次は誰の番だ。超えていけ、未来を作るのは俺たちだ。こんにちは、加藤理恵です。 2013J リーグキックオフカンファレンス生中継、ここからは監督選手の皆さんをこちらにお呼びしてユーザーの皆さんと一緒にインタビューを行っていきたいと思います。コメントやメールどしどし送ってください。皆さんのコメントがこの番組を盛り上げていきます。よろしくお願いします。さあ、それでは早速今回ニコ生初登場のこの方をご紹介しましょう。元サッカー日本代表、魔法の左足を持つ男、平野隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ニコ生初登場なんですよね。初めてですね、はい、どうですか今。あ、こんな感じでこうコメントが出るんですよ。おー、なるほど。この8があの拍手パチ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 ってこう8がね、なるほどね、はい、イケメンですななんて言ってますけどよろしくお願いします。なんかちょっとこう、はい、ニコ生になれるために何かこうユーザーの皆さんに質問なんか質問ですか。そうですね、あの普段ニコ玉、あ、ニコ動画ですか、うん、ニコニコ動画っていうのは普段、こういったもの以外にどんなものがこう映像としてやってるのか、どんな番組やってるんですか。ユーザーの皆さん教えてあげてください。はい、スポパラ見てる、アニメ、将棋、映画、麻雀、いろんなプロレスそんなやってるんですか。このようにもう聞いたことがすぐにこう返ってくるっていう、ちょっとリアルでなんか怖いですね大丈夫ですよ、お平野さんすでにイケメンイケメンって言われてるんで、うん、すごいなこんな感じになりますので、はい、皆さんじゃあどんどんコメントをして盛り上げてください。よろしくお願いします。さあ早速ですね、あの、はい、ゲスト来てくれてるんですよ。誰だと思いますか、はい、皆さん。まず最初のゲストはこの方、ベガッタ君とビビ君です。どうおシュールに近づいてきたなこんにちは。こんにちは。平野さん初対面ですか。ベガタ君。初対面ですね。ベガタ君、どうもよろしくお願いします。あ、早速ちょ大先輩ですよね平野さんの方がね大先輩のように頭立てられてますさあ、この間のマスコット総選挙で1位となったベガタ君、そして今年から仲間入りしましたビビ君です。さあ、この2人にもね、質問をしたら答えてくれるということなんで、ユーザーの皆様何か質問いただけますか。平野さん、気になった質問ありますか。気になった質問ですか、うん、そうですねいろいろどういうふうにコミュニケーションを取ってるのか、ね、おおどちょっとベガッタ君慣れ慣れしすぎません平野さん OK ですかこんなの。いや OK ですよ、もちろん OK です。いやこのキャラもね、あの総選挙1位の多分秘訣だと思うんですけども。さすがですね、うん、じゃあ質問を何かしてみましょうか。じゃあ今ありましたけど、はい、ビビ君は何歳ですか、うん、お、うん、それ気になりますね。ビビ君は何歳ですか3歳ではない。わかんない、僕わかんないの。あ、年齢不詳ということなんですか、ね、あらあらあら、かわいいですね。でちなみにベガッタ君は何歳なんですか。結構もうベテランって感じしますけど何歳ですか。無視かよ何ですか今の間はあのベガッタ君、ユーザーの皆さんが52歳なんじゃないか45歳なんじゃないか38だななんて言ってますけど、中年ですか。まずは近い中年ですね。12歳。じゃあまだ少年なんですね。なるほどなるほど。さあ他の質問はありますかね。設定あったのか。あ、そういえばあのビビ君は特技が90度のお辞儀だと聞いたんですけど、ちょっと見せてもらってもいいですか。
丁寧ですねそんなに丁寧にめっちゃ丁寧ですね、うん、かわいい。これ人気上がりますね。これは間違いなく、あの今年参入したばっかりなのに、うん、もう総選挙でですね、この間のマスコット総選挙 ありましたね。ありました。何位でしたっけ。11位。いやこれは大健闘ですよ。素晴らしいですね。ねえビビ君ベガタ君もじゃあなんかビビ君に負けず何か特技を見せてくれますか。おお謝ってる謝ってるなるほどこらこらこらって怒られてますけどなるほどさすがベテランですね。もうあのためらいのないコマネチでしたけど。コマネチでしたねビビ君見てました。今の見てました、うん、先輩を見習…あさすがビビ君あの太鼓持ちからですねもう先輩を立てて立ててという感じでねさあ他にユーザーの皆さんからこのお二人に質問なんかありますかね。どうかななかなか。じゃ あライバルはライバルこれ気になりますね。じゃあ一番のライバルはどこだと思うかベガッタ君聞いてみましょうか。ちょっと体で表現できますライバル。あフリップがある。あフリップがあるんですね。このライバルっていうのはサッカーの意味でライバルなのかそれもマスコットとしてライバルなのか どっちがいいですかね。ユーザーの皆さんペンを投げ捨てた。あマスコットライバル、マスコットライバル。はい、じゃあベガッタ君のライバルは平瀬アンバサダー。確かに彼に人気を奪われるとねきついですよね、うん、チーム内での大爆笑を買ってますよ。じゃあ人気を取られないように今年もガンガン攻めていかないといけないですねベガッタ君。じゃあなんだなんだ。アダッチ見てる。ラブなんですか。恋してるんですか。アダッチいるかな。どうだろう。アダッチはこの会場にはいるんですかね。いるかもしれない。うん。ダメですよ。ダメですよ。ちょっとそういうのはやめてください。そういうのは。さあまだ何か書いてますよ。何ですか。ミーヤには秘密にしてね。あえミーヤとベガッタ君はどういう関係なんですか。ミーヤだって彼氏いるよね。えベガッタ君彼氏。うわー行っちゃいましょう行っちゃいましょう。ミーヤにチクっちゃおう。三角関係ではあるんですかね。さあなんだ明日ミーヤとデートするのベガタ君今日結構いろいろ爆弾発言あのしてくれますね。わあほらビビ君が恥ずかしいってまだねそんな何も知らないねビビ君が。じゃあ、ビビ君に、マスコットのライバル誰か見せてもらおうかな。お願いします。字書いてくださいね。はい皆さん先輩なので謙虚ですね。これは謙虚ですよ。あじゃあビビ君憧れの先輩っていうのはいますか。誰かなベガッタ君憧れの先輩聞いてこら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 そう誘導しないの誘導しないのなんて書いたのベガッタ君ちょっと見せてください。
ビガッタって書きなさい。あ、もう上下関係がね、厳しい、早速厳しいんですね。ね、お本当にビガッタ先輩、ね、書いてますね。あ、なんかここでビビ君からベガッタにお土産があるということで。お土産、はいはい、お土産なんですか？これ。わお。これどんな絵なんですか？これ。なんですか？福さやのカステラ。え、これはどうしてですか？うん、え、ベガッタ先輩に今日初めて会うので、はい、なるほど、お土産のカステラを持ってきたということですよ。そう、ありがとうございます。いただきましたよ。おい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 。ありがとうございます。ありがとう、ビビ君。え、平野さん、サッカー選手もやっぱこんなに上下関係厳しいんですかね。いや、上下関係はね、まあまあ厳しいですけど、こんなにね、手土産にカステラなんて、ね、用意がいいですよね。用意がいいですね。これはちょっとこうマスコット界の中でもこう人気が出そうですよね、ビビ君。これ他のマスコットすべてにこういう対応なんですかね、うん、ねえ、みんなにお土産持っていくんですかね。あ、持っていくんだ。そりゃすごい。今ベガタ君コメントで来年は2人が逆転してそうなんて出てましたけど、立場がね、なるほどね、危ういですよ、マスコットランキングね。さあ、他にも何かこう、じゃあ、ね、自分のチームのことなんか聞いてみましょうか、うん、じゃあ今年のチームの目標というか、チームのどうします、順位、目標、そうですね、順位をやっぱ聞きたいですよね。順位聞きましょうか、うん、じゃあベガルタ仙台とビファーレン長崎の順位、うん、どうなるか、うん、ベガッタ君とベガッタ君お願いします。ビビ君、はい、2人とも書いてください。何かな、何かな、まあ、ビビ、はい、じゃあベガッタ君は、え、そんなことここではどういうこと。なんかまさかの回答でちょっとびっくりしちゃったんだけど。ごまかした、ってベガッタ君言われてますよ。滑ったって書いてありますよ。あー、滑った。いや、思い切って書いちゃっていいんじゃないですか、うん、ねえ、まあそれぐらいのね、巻きです。すいません、すいません。そう、じゃあビビ君の、順位を聞いて最後にしましょうか。そうですね、ビビ君、はい、今年の目標ズバリ、みんなで一生懸命頑張ります。おっと、こちらも来ましたね。謙虚ですね。謙虚ですね。やっぱりこう、まあ今年から J リーグにチャレンジですからね。そうですよね、うん、そこがやっぱり一番のポイントなんですかね。やはりね、その初めての J2 ですからね、なかなか雰囲気も含めてね、まだまだわからないですからね、うん、やっぱり全然違うものですよね、うん、いや、違いますよね。そうですよね、うん、まあ、マスコットの試練もあるかもしれません。はい、確かに。何ですか。これ私読まなくていいですかね。なるほど。なるほどね。そんなことない、そんなことない。ビビってないもんね、頑張ってますもんね。うん、あ、ベガッタ君、やっちゃったって書いてあるよ。見えます？てん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 。ユーザーの皆さんのこの反応を見てください。この反応、お、書いたの。おー、うまいね。うまい、うまいですね。はい、ありがとうございます。さあ、2人ともね、ちょっとあのチームブースの方でいろいろとお仕事忙しいということなんで、そろそろ、はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。2人仲良くしてくださいね。うん、頑張ります。ビビ君、そしてビビ君、頑張ってね。え、ちょっと、わかりました。あとでメアド教えますんで、はい、あのベガッタ君、男なの、女なの。何でもいいの。はい、じゃあ、ベガルタ仙台のベガッタ、そして、ビバーレン長崎のビビ君、お二人が来てくれました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ今年頑張ってくださいね。
来年の総選手も頑張ってね。はい、ありがとう。さすがセンターベガット、なかなか去ろうとしない明日ねセンターで撮影があるんだよね。今年も期待してますよ。期待してるからね。はい、どうもありがとうございました。うわ、なんかすごい嵐が過ぎ去りましたね。いや、なかなか、こうやってね、絡むことってあんまり、ね、選手時代もなかったですからねそういう意味ではちょっと初めての経験で、あんなにこう体を触られ、ね、抱きつかれだいぶなんか懐かれてましたけど ね, なんかね電話メールちょうだいなんて言ってましたけどどうなんだろう。あ、そうそう、そういえばですね、マスコットといえばなんですが、今日はお二人以外にもね、いろんなマスコットが来てるんですけど、これですね、そう、来れなかったフロンタ君からね、名刺いただいたんですよ。あ、平野さんもいただきました。かっこいいですよね、うん、フロンタっていう、見えますか、指さしてる、うん、ねえ、なんか今あれですか、こういうのは、各そのマスコットたちは持っているもんなんですか、こういうの。どうなんですか、私名刺は初めて見ましたけど、でもみんなブログとかツイッターとかやってますよね、マスコット君たち。そうですね、うん、びっくりした。なんかこうフロンタ君はね、こう、そうそう、本当営業隊長なんですよ。あ、そうなんだ。ちゃんとこういろいろ挨拶来たりとかいろいろしてくれるんですけど、さすがですね。ねえ、さすがですよね。他にもねマスコットいるみたいなんですけど、ちょっとまあ見当たらないかなというかね、だんだん会場が混んできましたね。だいぶ賑やかになってきましたね。僕らの裏ではね、そう、今ブースでなんか ACL の会見ですか、うん、やってますね、うん、まあいろいろやっておりますけれども、はい、どうですか、はいはい、キックオフカンファレンス毎年いらっしゃってます？いや毎年ではないですけども、うん、来たりはしていますね。ただ選手時代は、うん、まあ、一度も来たことないですね。ないんですか、はい、あれって行く選手はどうやって選ばれてるんですかね。いや、まあ、キャプテンだったりもうそのチームの顔ですよね。うん、そうなんですね、うん、そうですね、うん、そうか、さあ皆さん、なんかキックオフカンファレンスについて平野さんに質問ありますか。あ、平野さんに昔サインもらって今でも大切に持ってるって書いてありますよ。 ありがとうございますおすすめ、ちょっと嬉しいなそれ一般人はいけないのって、そう、ここは記者の方だけになってて、うん、そうですね、皆さんが見れるのはこのニコ生の放送だけになってますので。なるほどさあ平野さんの注目のチームとか注目の選手なんて。あ、そうですね、あ、グランパス時代から応援してました。 ありがとうございます、うん、これでも本当すごいですね、リアルタイムでね来るんですよ、うん、あ、平野さん初代優勝監督知ってますかという質問です。知ってますよ、松木さん、はい、もちろん、はい、なるほどね、はい、さっきねちょっとやってましたけどね、そうですよね、選手の、うん、さあ他の、うんとですね、これこう見ちゃいますね、うん、うん、そうなんですよ、うん、順位予想してなんて言ってますけど、まあそれはまだ分からないですもんね。まあまあ分からないですけれどもね、うん、こればっかりはやっぱりこう、うん、今日キックオフカンファレンスって結構こういろんなチームの雰囲気だったりこう、うん、選手の表情とかから読み取ったりもできるじゃないですか、うん、そうですね、ね、だからそれがまた終わった後で、まあ、順位予想なんかはねちょっとね、あの選手と絡んだりなんかして、そうそう、まだ早いですね、今の段階で優勝予想するのはね、うん、そうですね、はい、さあということで初めての平野さんなんで、どしどし質問をしてくださいね、はい、J2 で期待のチーム、まあ、期待と、あ、キャンプ行きましたかなんて質問もありますね。キャンプ行きましたよ。あ、どこのキャンプ行きました、マリノスのキャンプを見て、まあ、鹿島のキャンプを見て、うん、2チームとも非常に順調な仕上がりなんじゃないかなと。そうなんですか。怪我人も、ね、ほとんどいなかったんじゃないかな。へー、ちょっとダビが、まあ、出遅れていた。あ、そのダビ、はい、あ、鹿島アントラーズの、うんうんうん、まあ、新外国人選手が、はい、まあ、少し調整をしている状態ではありましたね。ブラジル人選手はやっぱりこうちょっとね、スタート遅いですからね。あ、はい、さあここでですね、早速1人目の選手が来てくださいましたよ。さあどこのチームか、ベガルタ仙台の赤嶺慎吾選手です。よろしくお願いします。どうも、こっちに、あ、こっちじゃ、
さあよろしくお願いします。赤嶺選手、ニコ生出たことありますか？いや、初めてです。見たことあります？いや、ないです。もうこのような感じで、あの今見てるせあの方々がリアルタイムでこうコメントをしてきてくれてるんですけど、はい、え、生放送ですか？そうです、そうです。生放送で今見てて、今パソコンでこう打って質問とかをこう打ってくれてるんですよ、はい、ということで皆さん、赤嶺選手に質問できるいいチャンスですよ。これリアルタイムだからね、これリアルタイム。かっこいい、かっこいい、めっちゃ言われてますよ。さあ赤嶺選手への質問、皆さん何かありますか？いろいろありますね、うん、平野さん、なんか気になる。今年の、まあ、これなかなか言いづらいかもしれないですけども、はい、今年は何点ぐらいを目標に？まあやっぱフォワードですし、うん、2桁はまず、はい、目指してですね、まずは、はい、やっていきたいです。あの今 ACL の会見も出てましたけど、はい、ACL 初ですよね。初です。どうですか、はい、こう気持ち的にチームの雰囲気も ACL に向けて。まあ、まだ始まってないので、うん、ちょっと分かんないですけど、本当初めて、まあ、個人もチームとしても初めてなので、うん、まあ、すごい楽しみです、はい、あの他の国のクラブと戦うっていう経験がなかなかないじゃないですか、はい、そうですね、はい、まあ、しかもね公式戦という ね、 そうですね、中でね、はい、やっぱりなかなかないですよね。毎年4チームしかやっぱり参加できないですし、うん、そういった意味ではすごい、はい、うん、楽しみですし、まあ、自信持って臨みたいです。そうですね、はい、ここでですね ACL を戦うもう1チーム浦和レッズから阿部勇樹選手が来てくださいました。阿部選手よろしくお願いします。お願いします。ニコニコ生放送ニコ生ご存知ですか？え、ニコ生っていう番組で今こうリアルタイムですこう見てくださってる方から質問とかこうコメントが来るんですけど、こういろいろ来るんで、皆さん阿部選手に質問したいことがあったらどしどし書き込みしてください。もう阿部ちゃんってい う、 こう悲鳴が上がってますけどスポルト面白かったです森脇うるさいですから、まあ、うるさいです、ね、あ、どうですか、やっぱりチームの雰囲気も、ま、さらにまたこう広島の賑やかな選手が入ってきて、そうですね、みんな賑やかにしてくれるんで、まあ、僕ら結構静かにしてればチームの雰囲気あのだいぶ良くなってるんで、うん、何もしなくていいかなっていう、はい、もう森脇笑い、森脇笑いなんて出て、あ、さあ他は関口選手もどうですかって。関口元気してますよ。うるさいですか？いや、そんなまだ隠してるんじゃないですかねまだ、はい、これからどんどん彼の良さが出てくるかなと思ってます。なるほど、はい、レッツも今年久々に ACL ですね。どうですか ACL にかける思いというのは。まあもちろん楽しみですし、まあ簡単な戦いではないっていうのは分かってるんで、まあ一つでも上に行けるように、戦っていきたいなと思います。そういう意味ではキャンプは仕上がり具合はどんな感じですか？まあ、きつかったですけど、うん、浦和レッズは苦しいと思いながらやるんじゃなくて、うん、楽しみながら、トレーニングやっていこうということは話してますし、うん、監督も言っているので、うん、すごくいいキャンプができたと思うので、うん、楽しみです。期待できますね、じゃあね。はい、頑張ります。今赤嶺選手と阿部選手仲いいんですかっていう質問出てましたけど、初対面ではないですよね。はい、お友達でもない、まあ、対戦は何度もしてますし、はいはい、あ、でもこう改めて話すっていうのはなかなかない、まあ、なかなかないですね、はい、プライベートではね。じゃあ貴重な、そうないですね、はい、貴重なツーショット本当だね、はい、あ、すみません、私の言い方が悪かったみたい、めっちゃ突っ込まれてる友達ではないすみません、だってなんか仲良さそうなこうアイコンタクトをなさってたんで友達なのかなと思いまして。サッカー選手はね、どこでもコミュニケーション取れますから、ね、ああ、そうですね。さあ、それではこの ACL に出場する2チームに聞きたい質問何かありますか皆さん。あ、お互いプレイヤーとしての印象はっていう質問がありますけど、ちょっと気になりますね。どうですか阿部さん。はい、いや、本当にどのポジションでもすごいやっぱりクオリティ高いプレーしますし、まあ、個人的にはやっぱり代表に、はい、選んでほしいなと思います。はい、なるほど、ということらしいです阿部選手は赤嶺選手の印象で、いや、もう対戦したらやっぱ嫌な選手というか危険な選手、まあキープできるし、やっぱ怖がらずに飛び込めるっていうのはやっぱディフェンスからしたらやっぱり嫌ですし、すごく守りづらいなと思うので、まあ対戦するときはちょっとやめてほしいなと。なるほどね
思いますけど、ね、勝ち上がっていけば可能性ありますね。そうですね、まあ、日本同士で、ね、戦えば、うん、そうです ね, ね、それは盛り上がりますからね。盛り上がると思うので、はい、なるほど。じゃあ最後に、サポーターの方へのメッセージをお二人ともいただけますか。まず赤嶺選手から、はい、そうですね、やっぱりまた1年通して熱い J リーグだったり ACL を、また選手は頑張りますので、まあ、熱い声援をまた1年間よろしくお願いします。はい、ということです。ありがとうございます。さあ阿部選手、サポーターへのメッセージをお願いします。そうですね、あのいつも感謝しきれても足りないぐらいなので、しっかりあの J リーグそして ACL、まあ、あのナビスコ天皇杯もありますけれど、いい試合をして、皆様とあの喜べる試合を数多くあのしていきたいなと考えているので、はい、頑張ります。はい、ということで阿部選手ありがとうございました。ありがとうございました。いや、かなり期待が膨らむようなね、熱いコメントでしたけれども、じゃあ、お二人はまたチームブースの方でいろいろお仕事があるんですよね。すいません、お忙しい中どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。そして今年のキャンプで我々取り組んできたこと、それはやはり主力選手バナレ？バナレしてないんだって阿部選手が。肉バナレのことですかね。バナレ？違います。違う。こういう場に慣れてないっていう。あ、こういう場に慣れてない。あ、そういうことですね。あ、すみません。肉バナレのことバナレって言うんですか？いや、バナレって言いますよ。あ、そうなんですか？はい、いやでもお二人ともなんか楽しみになるようなコメントでしたね。いや、そういう意味では今のツーショット、うん、まあああいう風に話すこともあまりないっていう話だったので、それこそあの今度浦和対ベガルトの時はちょっとあの2人注目しちゃいますよね。あの、あれ、ね、最初の握手の時とかちょっと見ちゃいますよね。なんか見ちゃいますよね、うん、楽しみですよね。はい、でも ACL こう最近はね、なかなかこう上位の方に行けないというかね、ベストいくつ、ベスト16ぐらいでしたっけ。そうですね、うん、っていうのがありますけど、うん、まあ、そういう ACL の難しさというのは平野さんどのあたりなんですかね。やっぱ一番難しいのはやっぱ移動ですよね。移動っていうのは本当に疲労がたまるんですよ。でましてやね、遠ければ遠いほどその蓄積移動はもう半端ではないのでね、そこのあたりをね、どういうふうにコンディションを維持して体調を整えてやっていくかっていうのは一つポイントですよね。あ、移動ね、なんか私もこう移動って今までこう言葉で聞くだけだとこう分かるんだけど、実感としてはなかなかやっぱりみんな分かんないっていうのがあったんですけど、うん、分かるんだよね。うん、でも確かにこう ACL だと中東とかってこう飛行機だけじゃ行けなくて、飛行機の後またバスに乗って乗るのとか、いやいやもちろん、はい、そういうのが積み重なるわけですもんね。プラス時差もありますからね。あ、それは大変だと思いますよ、うん、それっていうのはこうなんかいい作戦というか秘訣っていうのはあるんですか。多分各クラブそれぞれいろんな対処法はしていると思うんですよね。もっと細かいところで言えば、飛行機の中で1時間ごとに歩けとか、あ、うん、で、まあ、血液をちゃんと血流させるよみたいな、うんうん、あのトレーナーの話もありますし、はい、で、まあ、あと水分ですよね。水分をこまめに取る、はい、っていうのはまたそれも血流良くなりますから。そういうのをやるだけで疲れやすさ、いや、もう改善されますよ、はい、ストレッチするとかね。でも結構ね、気になる選手はこまめにやってますよね。あ、そうなんだ。飛行機の後ろの方ってちょっとスペース空いてるじゃないですか。そうなんですか。飛行機の後ろの方っていうのは、はい、空いてるんですよ、はい、そういうところで選手がストレッチとかしたりしてますよ。あ、はい、でもやっぱりそういうのが大事なんですね。いや、大事ですね、はい、なんかこう例えば、まあ、去年も ACL に出場したチームっていうのはその移動の大変さっていうのを多分身に染みて分かってるじゃないですか、うん、そうですね。でも今年こう初出場となる仙台だったりっていうのは、うん、こうなかなか最初そのペースをつかむ、移動のペースをつかむまでが難しそうな。いや、そうなんですよね。非常にだからその辺は多分他の選手の、まあ、ACL 経験者の選手からはなんとなくは情報は得ていると思うんですよ、うんうん、ただやっぱり実際に自分が経験してみないとそのどれだけ大変かってことはわからないと思うんですよね、まあ、だからそういう意味では、まあ、本当にその疲労回復になるためのものであれば何でもこう取り入れるっていう選手はいると思いますけどね。今選手層が厚い方が有利だななんてコメントも言ってましたけど、まあ、それは間違いないですね。ターンオーバー制といってね、その選手をうまく入れ替えて戦力が落ちないぐらいのチームを作りながら、まあ、J リーグと ACL の過密日程を戦っていくと、ね、そこら辺のまあ難しさはありますけどもね、うん、なるほどね、難しいな、うん
難しいですよね、本当難しい。これはなんかこうそのために ACL に挑むためにこう補強を力入れてやるっていうチームもあるじゃないですか。でもそれが必ずしもこう成果を出せるわけじゃ、そこがまた、ね、サッカーの難しいところなんですよ、やっぱり。だから怪我もせず疲労もあまり蓄積せず、あの選手たちがピッチで表現してくれるんであれば、もうこれはもう問題ないですよね。いや、その中でこう微調整っていうのは必ず必要になってくるので、はい、その辺は、まあ、やってみないとわからないっていうのが正直なところですよね。あ、うん、ただね、はい、今回の ACA に限ってですよ、はい、やはりこの日本サッカー界 J リーグが非常にこう重要視している大会でもあるんですよ、はい、より今までこう負けすぎたと、この ACA ではどうしても勝ってほしいというところで、この J リーグからこう支援金としてね、このあ、今年からってことですか。そうですね。あ、そうなんですか、はい、そうなんですよ。え、それだからもう日本サッカー界がね、本当に力入れてるんですよ、この ACL っていうのはすごいんですよ、ね、これは、うん、なんかこう2007年8年あたりはね、結構こう日本勢も上に行ったりしてましたけど、浦和、ガンバのね、あの時は本当楽しかったですよ ねなんか、うん、不思議なもんですよね。その後はなかなかこう勝てなくなってしまってね、うん、まあね、いろんな難しさあったと思いますけどもね、うん、その ACL のためのサポート費で結構変わるもんですか。実いやいや変わると思いますよ本当に。何をサポートできるんですか、そのお金。いや、例えば渡航費だったりね。あ、じゃあ一ついいクラスの飛行機に乗れるとか。乗れたりとかっていうことだと、フラットでしっかり寝て、アウェイの地に乗り込むとかね。そんないい飛行機乗れるんだ。わからないですけども、それどういうふうにクラブが使うかわからないですけども、少しでも選手たちが軽減されるような、疲労が軽減されるような使い方をすると思うんですよね。なるほど、なるほど。じゃあ使い方は自由なんですね。もちろん自由ですよ、はい、そうなん、はい、食事の面とかね、もしかしたら、シェフを雇って、あ、向こうに連れてったりとか、向こうにシェフだったり、まあ、シェフまで行かなくてもその日本の食をね持ってきたりっていうことはあると思いますよね。それは私聞いたことあります、うん、あの某選手が海外の食べ物が一切食べられなくて、はい、もう本当に大変だったっていうことを ACL の時におっしゃってたんで、うん、はい、そうですね、代表はね、今皆さんご存知のように、はい、代表はね、もうシェフを連れて行って、はい、日本食をも食べれますね。へー、はい、うん、今浦和もシェフを雇ったなんて書いてありますけど、じゃあ ACL のためにってことですかね。なるほど、なるほど、なるほど。まあ、それだけ力を入れてるっていうことですよね、うん、どうなりますかね、まあ、じゃあ組み合わせも結構こう重要というか、まあ、運ですけど、うん、こう行きやすいところだったらラッキーだなっていうのは。いや、そうなんです。だから広島がね、今回ね、結構ね、距離遠いんですよ。あ、そうなんだ。遠いんですか。遠いけども、やっぱチーム力でね、そこはカバーしてほしいなと思いますけどもね。広島はあんまりこう今年補強っていう意味ではたくさんはしなかった、ね。まあ、補強はしなかったですけども、うん、戦力がほとんどダウンしないですから、うん、まあ、確かに森脇選手っていう、まあ、戦力ダウンの一つポイントはありますけれども、ほぼ主力は残っている状態なので、うん、僕は問題ないんじゃないかなと思いますけどもね。お、なるほど、うんうん、さあ今はゼロックスの会見をやってるんですけど、これが終わったら選手がまた来てくださるそうなので、あ、そうですね、はい、やっぱりこう初々しいとかっこいいですね、なんかね、選手はね、かっこいいですね、なんか皆さん、あ、そっか、去年とやっぱりユニフォームがちょっとずつ違うから、そうなんですよ、またなんか新鮮な感じしますね、形がね、見えますよね、うん、さあ、ちなみに皆さんはどの選手に来てほしいですか。あ、後ろにね、映ってる方が NHK の MC の方が映ってるという、あ、柿谷選手、いや、山田来てくれと書いてありますね。山田裕樹選手ですかね、うん、比嘉選手はね、今日来てません。来てない、うん、佐藤選手、あ、うん、皆さん自分のチームカラーで書いてるんだ。本当だ、あ、すごいね、これですね、こんなこともできるんですか、うん、あ、で見やすいね、確かに。服部さん、緑でちゃんと後でね、呼びたいですよね。そうですね、うん、あ、服部さんは、いや、もう小学校時代から知ってますからね。先輩ですから、はい、うん、じゃあもうガツガツ聞けますね。まあ、ガツガツというか、はい、聞いてみたいと思いますね、はい、クルピオンで倉田、トスの藤田、リャンヨンギ選手来てません。来てないね。川井隆二選手も来てないね。来てないですね、うん、山口選手来てますね、うんうん、すごいね、でもこれは、ね、面白いですね、これ。そう、面白い、本当にこうすぐ反応が返ってくるんでね。
ちょっとさっき私みたいにちょっとあの変な質問をしちゃうとすぐ突っ込まれますけ ど, な, るほどなんて質問してるんだとちなみに今日見てくださっているユーザーさんはどこのチームのサポーターの方が多いんでしょうか。皆さんどこチームなのか書いてもらえますか、うん、おわすごいガンバガンバ仙台仙台山形京都わいっぱいやあ分かれてますね、うん、鹿島鹿島鹿島ジュビロベルディインテルってホンダってあるお結構あ長崎もいますよ、うん、湘南すごくいい子と書いてありましたね今ね何ですか J 全体を応援している嬉しいですねこんなこと書いてくれるのはねそんな方もいるんだ、うん、JFL のあ山賀とかねアーセナル14年うーんなるほどなるほどいろんなチームですねカトエル応援してるって書いてあるリエですリエですリエかすいません、うん、やった嬉しいありがとうございます、うん、さあなんか気になるチームとかってありますか平野さん気になるチームですか、うん、いやいやもう全部気になりますけどもねまあ僕はあの現役時代、はい、7クラブ、はいまあ、所属させていただいておその7クラブっていうのはやっぱ気になってしまいますよねまずあ名古屋とかそうですね名古屋京都おジュビロ神戸ヴィッセル神戸あ神戸、はい、大宮もそうですねあとは、まあ、東京ヴェルディ横浜 F マリノスおこの辺りはついついこう見てしまいますけどずいぶんいっぱいになりますよそれだけでいや本当に成長させてもらいましたねう、はい、こう今その時に一緒にやってた選手とかがそのチームでまだやってたりとかあもちろんやってますねます、はい、やってる選手いますねマリノスで言えば、まあ、中澤選手だったりあ、はいまあ、でもだいぶ少なくはなってきているのかな僕と同い年の選手がね今もう2人ぐらいしか現役でプレー してないのかなえどなたですかバンフォーレ甲府の伊藤選手とはい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 、はい、あとは土屋選手 あといたかな同い年なんですか同い年ですすごいよね彼らはすごいですねテルはねちょっとあの僕同い年なんですけど、うん、あのリスペクトしてるので、はい、どういった部分をいや僕あの小学校あの僕4年生でサッカー始めたんですけども、はい、その時に知り合ってるんですよ同じ地元のあ、はい、チームなので清水 FC っていう、まあ、チームがすごくローカルな話なんですけども、はい、ありまして、まあ、彼はもう清水 FC の1軍僕は清水 FC ではなくてライオンズといって2軍のねあのチームでプレーしてましたけどやっぱりもうテルといえばもうあじゃあその時からもうちょっとひときわ輝いてそうですね、はい相当長いお付き合いじゃないですか4だから長いですよ僕はもう、10歳の時からなので長いですねわお、はい、すごいですね、うん、そうなんでもそれが今年はねまた J1 にこう来てそうなんですよねだから、うんまあ、彼の、まあ、経験値っていうのは非常にこの昇格にあたってね大きかったんじゃないかなってやっぱ思いますね、うん、でこの前あのたまたまバンフォーレ甲府のクラブハウスに、はい、クラブハウスというかあの選手の皆さんと会う機会があったんですけども、はい、その伊藤照義っていうのはねあんまり多くは語らない選手なんですよほうほうほうあの黙々と寡黙にプレーするタイプの選手なんですよでそれはピッチ外でも、はい、そうなんですよあじゃああんまりこう口数多くない多くないです多くないんですけども彼がいるだけでなんとなくねこう雰囲気がねあるんですよね引き締まるような感じ引き締まるっていう感じじゃなくてこうなんかね調和するっていうねこうチームワークがこううまくこう調和する形でねなんかねホッとするんですよねあそうなんですねなんですかねあのキャラはね、じゃあこう結構ベテランですけれども若手からもこう怖いなみたいな話しかけづらいなみたいな感じではなくてそれはないですね、はい、すごくこう、うん、うまくこう場を和ませてくれるような感じ、うん、そうですね、はいただ喋らないですよ雰囲気でそれを背中で語るんですよ彼はそうなんですあの、はい、私が清水エスパルスにこの間取材に行った時に、はいはい、あの村松選手が、はい、お前伊藤輝に似てきてるなってあのスタッフの方に言われてましたおそうなんですか、うん、それはプレーがですかいや分かんないです何がかなと思ったけど伊藤輝にお前そっくりになってきたなそれプレーで似てきてるなって言われるのはそれかなりの褒め言葉ですよ本当に
いやそれぐらいはあの偉大な選手ですからね、うん、から相当本人も嬉しかったみたいですね。うん、なるほど。さあ他には何か気になるチームというのは。他に気になるチームですか。やはりあの昨年ね、まあ、優勝した広島、まあ、あるいはあ仙台、あ仙台、ね、浦和、やっぱこの辺はねまた今年も優勝争いに間違いなく絡んできますから、うん、やっぱり一つの見どころではありますよね。なんかこう正直去年は本当にこうどこが優勝するかっていうのが全くこう予想できなかったっていう感じ。毎年あ、まあまあ、なかなかね、うん、あの予想できないですよね。そうですね。どのチームも本当にレベル上がってきてますしね、なかなかこれ難しいですよね。そうですよね、まあ、そんな中で私はこう新しく J リーグに加入したチームがとても気になってるんですけど、はい、長崎。なるほど。何か情報とかありますか。情報ですか。情報ざっくりとしててごめんなさい。情報はですね、うん、あの2月の初旬に、はい、僕あのキャンプで横浜 F マリノスとそのビファーレン長崎のプレシーズンマッチやってましたね。プレシーズン練習試合ですね、うんうんうん、をあの見に、まあ、行かせてもらったんですけども、まあ、正直その、まあ、技術的な、ね、差というかそのチーム力というところではやはり、まあ、マリノスはちょっとあの、うん、まあ、一つも二つも上でした、うん、確かに。ただねやっぱあの高木監督のもと、ね、きっちりあのチーム仕上げてきてるなっていう印象はありましたけどね、はい、でプラスあの今日もあの来てると思いますけれども佐藤幸彦選手だったり、うんうん、あの何はあのゴンって言われる中山選手であったり、まあ、こういった選手たちが、ね、うまくこうチームをこう引っ張っているような、ね、雰囲気はありましたけどもね。そうか、うん、ここでカステラの試食タイムなんてちょっとさっきねもらったビビ君からもらったカステラ試食しちゃいましょうかとあれあカステラね、あ、うん、そう、あ中山選手ね、うん、さあ皆さん右ですよもちろん、うん、まだまだ、はい、お今年3バックのチームが多くなってますけど、あそうです、ね、どうですか。うん、まあ、それはチームの色といいますか、うん、まあ、監督のね考えるそのサッカー感がたまたま3バックだと、っていうことだと思いますけどもね。なんか本当去年とかも J1 途中から3バックもオプションとしてみたいなチームもかなり増えたじゃないですか、うん、増えましたね。なんか何がこう一番のメリットというか。いや、やはり攻撃にまあ人数をかけられるというのは一つのメリットですよね、はい、3バックってことはイコールその前の選手たちは人数かけて、うん、そのゴールを狙いますから。でも結構それをこう変えるっていうのは大きな作業じゃないですか、うん、チーム作る上で。まあそうですね、それはあると思いますね。それでもこう決断するっていうのが、うん、だからあのねさ、去年一昨年かな、うん、あ去年かな、去年のね、キャンプをね、はい、グランパス名古屋グランパスのキャンプを見に行った時にまさにそのキャンプ中にその4枚でやるのか3枚でやるのかという、ね、そういうことになってたんですね。ああ、いや、なってたんですよ。おっと、はい、うん、あ、ちょっとこの話は気になるところなんですが選手が来てくださったんですね。ということでさあ紹介しましょう、コンサドーレ札幌の日高拓磨選手です。よろしくお願いします。お願いします。ニコ生知ってますか、ご存知ですか。あ、もうね、これマイクで喋っていただければ。あの今リアルタイムでこう見てくださってる方がこうコメントをすごいですねしてくれるということなんですけれども、おかっこいいなんていうなんか気になった質問があったらどん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 こう拾ってってくださいね、はい、さあ皆さん日高選手に質問あったらぜひぜひ、こんなチャンスはめったにないですよ。ゴンさんの引退について一言であったんでちょっと、はい、あのやっぱり偉大な選手であの僕たち若手の選手にあのすごくいい刺激をもらいました。ベテランとしてやっぱやることが素晴らしかったんでいいものを見させていただきました。どうですかそのゴンイズムみたいなのは今チームに今年のチームに、まあ、それはあの絶対受け継いでいくものだと思うし、あのゴンさんのやっぱ精神面っていうのはやっぱ本当支えられたんでそれは絶対にあの続けていきたいなと思います。あ、平野です。お願いします。
あのゴンさんの、まあ、話で、はい、ちらっとあの聞いたんですけども、はい、あの練習場まで自転車で行ってるなんていう話を聞いたんですけども、いやもうほぼ毎日来てました、はい、自転車ですか、はい、あそうなんです、車ではなくて、車ではなくてほぼ自転車しか見てない、自転車で来て練習場着いたらまた自転車こいでました、ああ室内で、はい、それ何分ぐらいの距離なんですかね、そのチャリ通は。チャリ通は1時間ぐらいじゃないですか、そんなにかけて分かんないですけど、ちなみにその自転車の、はい、あの形っていうのは形ですか、ですあのもう こういうやつですよ、あのロードバイクみたいな、はい、あガチのタイプの、それは本格痛いやつですね、ですね、はい、お尻が、はい、なるほど、それやっぱトレーニングの一環としても、そうですね、だからあの朝来て、うん、また自転車も1時間ぐらいまた漕いでるんですよね、だ汗がもうすごく垂れてて、おすごいですね、すごいですよ、本当にやっぱ膝が悪いからなるべく負担をかけないようなトレーニングということで、はい、自転車、そうですね、だから膝にいいように自転車漕いでました、ね、なるほどなるほど、はい、なるほど、さすがですね、さあ皆さん札幌サポーターの方、特に何か質問があったら最後の質問一つ受け付けますよ、さあ気になる質問ありますか、キャンプどうでしたか、おキャンプどうでしたか、まだキャンプ中です、あそうなんですよね、はい、じゃあ今は雪国なんで、はい、今熊本でキャンプしてます、そっか、えまだじゃあ札幌は雪とか相当ってことですか、はい、あの練習ができないんで、あ開幕するまでずっといます、なるほど、えどうですかそのキャンプは今のところ感触としては、感触はすごくいいですね、あのみんな意欲的にやってて、あのいい開幕が迎えられそうです、なるほど、では最後にあのサポーターの皆さんにメッセージをお願いします、コンサドーレ札幌は、今年新しくあの監督も変わって選手も変わって、まあ、すごくいいチームに、若いチームでアグレッシブなサッカーができると思うんで、よろしくお願いします、日高選手でした、ありがとうございました、ありがとうございました、さあ続いてですね、またどす続々と選手が来てくださってるんですが、富士ゼロックススーパーカップ2013の会見を先ほどして今終わったばっかりですね、サンフレッチェ広島の佐藤久人選手と、柏レイソルの大谷秀勝選手です、よろしくお願いします、どこ見ればいいんですか、これですね、はい、あのニコ生お二人は知ってますか、知ってます、はい、出たことは、出たことあります、 ありますか、ないです、あないですか、初です、あ初、はい、じゃあ大谷選手初ということで皆さんこう質問でちょっといろいろといじってあげてください、え結婚したの、はい、結婚おめでとうって出てるけど、もう結構経ちますよ、久さんおめでとうございます、嘘、結婚おめでとうございますよ、だってここ今出てるから、前のシーズンぐらい、ね、そうですね、席入れたのは、はい、あのお二人はずいぶん仲良さそうですけれども、そうですね、あの選手会 の仕事も一緒にやってるので、はい、はい、まあでもそんなお二人もゼロックスではライバルですが、ライバルですよ、はい、谷にボールを捉えないようにしなきゃいけないんで、はい、どうですか大谷選手、そうですね、僕が取れれば自分たちのペースなので、まあ、あとは久さんが本当に90分試合から消えててくれればこんなにありがたいことはないですね、85分ぐらいは消えてるかもしれない、いや90分プラスアルファ、それ5分で仕事するってことだよね、そうですね、はい、いやでも消えちゃダメなんで、はい、ちゃんとやります、はい、皆さん笑ってますけど、はい、さあこのお二人に質問、今ならできますよ、皆さんこんな機会は滅多にありませんよ、さあ何かありますか、気になった質問があったらどんどん拾ってってくださいね、なんかちゃんとした質問してください、真面目ななんかあるかしら、犬犬しか見えませんってはい、似てますけど、さあ子供店長についてってひどいですけどちょっと突っ込んでくださいよ、何点取りますかっていうその点数の質問というのは結構大きいです、多い、ね、多いですけど、はい、どうですかゴールっていったらやっぱりまあみんな期待しちゃうんだと思いますね、やっぱり去年のね、そうですね、本当に昨シーズンいろんな賞をいただけたので、ただその賞をもう一回いただくっていうのはかなり難しいと思うんで、やっぱり得点の数っていうのは昨シーズン以上のものを、超えられるようにトライしていきたいと思いますね、はい、さあ大谷選手、目標は聞きたいよね、その今シーズンの目標っていうのはどうしてもね、ズバリやっぱりね、個人ですか、個人とチーム両方聞きたいな、個人、去年得点王になった時にテレビを通して良一が今年こそ
2人で得点争いしようっていうあのメッセージをくれたので、やっぱり同い年で両一とあの得点争いしたいなっていう、でした暁に自分が取りたいなっていうのもありますなるほど、なるほどね、その争いはかなり見たいですね。見たいですね。ワクワクする。チームとしては、チームとしてはやっぱり昨シーズン優勝したことで、うん、この星が一つついたので、うん、ここに見えますかね。ここに、はい、見えますか。なんで今年も何か所のタイトルを取って、うん、2つ目の星を、ここ結構3つついてるんで、そうですね、はい、柏に追いついていきたいと思います、はい、星は何個あってもかっこいいからね、やっぱりね。そうですね、さすがに増やしたいですね、うん、大谷選手は、はい、目標というのはまず個人の目標は、個人の目標は毎年全試合出場するっていうことにこだわってるんですけど、なかなか達成できないので、そこにこだわりたいですし、またその中でプラスアルファの部分っていうところを個人で出せればチームの結果にもつながるので、そこを意識したいと思いますね。チームの目標はまず明日勝つことです。おお、まずねそうですね、はい、まずタイトルですよね。そうですね、それあとはやっぱり昨年も J リーグアウズなどで広島の選手がやっぱ全員で行ってるのを見ると本当に悔しいですし、もう一度あの場に全員で踊りたいっていう気持ちがすごいあるので、それを目標に頑張りたいと思います。さあ、それではお二人とも忙しい中ありがとうございました。はい、ます、はい、どうもありがとうございます。今年も期待してます。頑張ります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。佐藤久人選手、そして大谷選手でした。パチ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 と、これ拍手です。ハチが拍手の音の面白い。はい、どうもありがとうございました。はい、やっぱりなんか2人ともなんですかね、やっぱり強いチーム、まあまあっていうのはやっぱり雰囲気がね、もうオーラがね、ありますよね。そう思いました。僕普段もよく、まあ、彼らと会ってるんですけども、やっぱり、ね、いつ会ってもオーラというかね、こう雰囲気っていうのは、まあ、選手誰にもこうありますよね、はい、うん、でもやっぱりこう久人選手も大谷選手もですけど、こう自信に満ちた感じというか、言葉にも迷いがないですし、いやそれは本当に僕も感じました、うん、そういうところがなんかね、うん、こうあなんかやってくれそうだなっていう感じしますよね。なんか、まあ、僕男ですけどかっこいいなって思っちゃいますよね、やっぱりね。なんすかねこれはね、うん、本当にでかっこいいと思ってました。いや思います、かっこいいなってやっぱりね、濃いですねなんて言われますよ。いやいや本当にこれはね、いやすごいな、うん、でもこの広島もレイソルも忙しいですよね。まあそうです ね、 開幕、 J リーグ開幕までの間もかなり試合が、試合ありますね、ありますよね。もう明日からもう本当にフル回転して、もう彼ら戦いますからね、うんうん、どうなんですか、こう開幕、 J リーグ開幕前に試合をこう何試合かこなす、まあ、忙しいはあるけど、うん、でもこう実戦をするっていうのは、うん、いやメリットに働くことのが多いですか。いやもちろん、ね、大変さってあるんですけど、もう根本的なものですよ。選手ってやっぱ試合やりたいんですよ、うん、はい、もうね1試合でも多く試合やりたいんですよ、うん、もちろん疲労とかいろんなこと関係してますけども、とにかく試合やりたいんですよ。やっぱ試合やることで本当にそのなんすかね、アドレナリンじゃないですけども、うん、やっぱサポーターのそのスタジアムの中で、まあ、試合するちょっと麻薬的な、ね、ものってね、やっぱ選手みんな持ってると思うんですよね。あなのでね、他 の、 チームの、まあ、他の選手たちは羨ましいと思いますよ。なるほど、ね、やっぱ多く試合できるということは、はい、うん、じゃあやっぱりそういう実践を経験することによって感覚っていうものもだいぶ変わって、いやいやもう本当中毒になりますからね、うん、本当に。おお突如どうもどうもどうも、背後から現れましたけれども、すいません、はい、どうもどうも、バンポーレ甲府の柏選手です。どうもよろしくお願いします。お願いします。甲府はね、先ほどから、はい、ここにずっと見切れているという、はい、いや後ろでちょっと映ろうかなと思ったんですけど、まあ他の選手やってたんで、あ、なるほどね、まあ、気を使って、はい、おとなしくしてました、はい、番組始まる前からずっとニコ生に興味を持ってくださってましたけども、そうです、はい、初めてですか、出演は。出演初めてです。お、じゃあ楽しんでてください。
出たかったんですけど、なかなか呼んでくれなかった、はい、呼んでもらえなかったし、はい、甲府なの柏なのって聞かれますけど、甲府です。甲府の柏です、はいはい、あ、出てます出てます、はい、うん、さあ質問が聞きますか。いろいろ質問してくださいね。何でも答えてくれると思いますよ。はい、ユニかっこいいとかありますね。質問来ないですね。あ、どうですか、なんかこう気になったのがあったら。ないですね。ない、はい、何今何をご覧だったんですか。上福さんどうですか。やっぱ、いや、僕が気になるのはやっぱダービーの穴。あー、やっぱここそれぶっちゃけ気になりますね。正直聞きたいと思いますよ。聞いていいのかはなって。いやいや、ここはもう聞きましょう。はい、どうでしょう。まあ、ダービーの穴は大きいですね。大きい、はい、大きい、はい、まあ、確かにね、まあ、あれだけ点を取ってますからね、まあ、30以上取ってますから、まあ、確かに、うん、でもこうその穴を埋めるべく、新しいこうチャレンジっていうのはいろいろされてるんですか、チームとして。まあでも去年もやっぱりダービー選手あれだけ活躍しましたけど、うんうん、やっぱりダービー選手だけじゃないってことを今年は、そうですね、証明できるチャンスだと思うんで。確かに、まあ、そういう意味では、はい、あの今シーズン新しく入ったね、新加入選手、はい、特に、まあ、あの上福監督の、まあ、申し子じゃないですけども、はい、ムービングフットボール、羽生選手がね、はい、加入しましたよね、はい、このあたりはその今チームと どのぐらいのこう溶け込み方でしょうかね。まあ、羽生さんは、うん、まあ、あんなに経歴もあって、うん、非常にすごい選手なのに、うん、もう若手にいじられてるんで。もうそんなキャラなんですか。はい、なぜか、はい、いじられちゃってるんで。どんないじられ方するんですかね。まあ、結構もう20代若手の選手にもうバンバンなんかもうニューみたいな感じでいじられてるんで。そういうキャラなんだね。そうなんだ、はい。ここでですね、もう一方選手が来ていただきました。ジュビロ磐田の山田裕樹選手。山田裕樹選手です。よろしくお願いします。お願いします。お、なんかジュビロずいぶんユニフォームが変わったなっていう第一印象が。どうですか、かっこいいですね。これかっこいいですよね、うん、かっこいい、はい、これ僕がいた頃のユニフォーム。あ、そうなんですか。そうなんです、僕があの2001年にいた頃のね、懐かしいんですよ、かっこいいですね。さあ、山田選手、ニコ生というのはご存知ですか。なんとなくは、はい、あの今リアルタイムでこう、はい、見てくださってる方からこう質問などが来るので、皆さんもどんどん質問してください。そして山田選手も気になった質問があったらぜひ。やたらポエムばっか来てますね。ブログですか。、はい、ブログポエマーですね。私も読ませていただいてますけど。 あれは何ですか、こう本当に素直に書いた言葉がポエムなんですか。いやいや、あれはちょっとこの場を借りて言っておきたいんですけど、はい、あの大真面目にあれを書いてるって思われたらすごくあの気持ち悪いので、あれ本当にふざけて書いてるので、なるほど、はい、あのそういう風に書こうと思って書いてるので、あ、じゃあ詩人キャラみたいな、はいはいはい、キャラクターの一種みたいなですか。はい、なるほど、そういうことらしいですよ。プロのボイ違うのって結構衝撃。はい、あ、私山田選手はそういうタイプの方なんだと思ってました。いやいや、そんなことないです。はい、そうなんですね。さあ、他にも、あ、ちなみにお二人は面識は。あ、大学の時に、はいはい、一緒にやらせてもらって。あ、そうなんですね、対戦相手。はい、あ、でも一緒にも選抜で。あ、そうです、はい、やってます。はい、やりましたね。なるほどなるほど。じゃあお二人もう、じゃあその頃から印象なんていうのはありました、選手としての。僕は入学した時に柏に似てるってすごい明治の先輩に言われたんですよ、うん、プレーが。柏に似てる、あ、柏さんに、あかんに似てるって言われて、え、どの人どの人って言ってみたのが柏さんでした。、はい、どういうことですよ。いや、多分見た瞬間似てねえなと思いました。そんなことないです。俺のがうめえなって思ったと思います。そんなことないです、はい、いやいや、本当にそうって言われて、はい、どうなんだろうと思う、はい、似てる人がどう思うのかなと。あー、そうなんだ。そんなこと。キャンプどうでしたかなって質問もありますね。目元とか似てて、顔の話じゃないんですね、プレーの話なんですね。顔じゃない、顔じゃない、顔じゃないですよ。目元に似てるって言われてますけど、はい、プレーです、プレー、はい。さあ、キャンプがどうでしたかという質問がありましたけど、どうでしたか。キャンプ、はい、じゃあまず山田選手。タイ暑かったっすよ。あ、はい、ま、なんかタイとかでやるんですね、今年から。キャンプ、はい、今シーズンはね、タイのリーグと、まあ、J リーグが提携をしていまして、うん、まあ、それでグランパスとかね、あとはジュビロとか、セレストとか、はい、このあたりがキャンプをしたんですよね。はい、行ってみました。なるほどなるほど。どうですか、なんかこう新しい試みというかチームの。あ、でもあったかいところですごくやってる時はきつかったんですけど、逆に帰ってきたらすごく、心肺機能もすごく鍛えられてて楽だったので、それ良かったなと思います。はい、確かにそういうのはありそうですよね。
甲府柏選手は。宮崎行ってきて、はい、まあ、山の中だったんですけど、まあ、非常にいい環境で、まあ、チームの結束力が高まりました。うーん、なるほど。いや、そうなんですよ、甲府のね、キャンプのね、キャンプ地って本当に山の中なんですよ。とんでもない。何もすること、宮崎の、はい、はい、綾町っていうところね。そうです、綾町です。綾町、ヤフーで綾町調べてください。なかなかの場所で、はい、じゃあもしかしてこう、はい、山を走ったりとか、こう高校の部活みたいなトレーニングとかするんですか？それはないですけど、はい、ただその環境がもう本当にサッカーに集中できる環境で、まあ、キャンプができるんですよね、あそこはね。そうなんだ、うん、他に遊ぶこととかが一切ないっていうことなんですね。いや、本当ね、歩いて行ったらね。そうですね、自動販売機あるか、あのコンビニとかは。コンビニはないです。コンビニではないんですか？コンビニも多分コンビニ車で20分ぐらい。そうですね。あららら、修行、修行。うん、そう、ね、それぐらい山奥。ねえ。なんかいろいろ変な質問も出てますけどね。キャンプって、なんかありますか？他に質問。うん、質問というか、なんか。いじられてます、完全に。むしろ完全にいじられてます。今プーマの CM について書いてあります。プーマの CM、 ライバルはなんていう質問が今出ましたね。ライバルいますか？ライバルみんなじゃないですかね。ねえ、カシさん。みんなですよね。まあ、山田さんですね。いやいやいや、山田さん、カシさん、山田さんはもう。あ、なんか今、ね、このこれなんて読むんですか？え、さっきのじゃないですか？キャンプの場所クリックすると見れるそうですよ。ああ、綾町。さあ、さっきからあのジュビロに関しては前田選手のことがやっぱり出てますけど。そうですね。やっぱりみんなが気になる前田選手。山田選手から見て今年の前田選手どうですか？いや、完全にあのファーストゴールがすごく話題になっているので、それで皆さん気にしてるんじゃないかなと思うんですけど。それご存知でしたか？はい。はい、いや、知らない人はいないと思いますよ。え、じゃあ本人ももしかしたら。まあ、前田さんが一番気にしてないですね、多分。なんかそうらしいねぐらいな感じで、はい、そうなんですね。やっぱりそれがね、どの段階で出るのかっていうのはね、話題に相当なってますけど。なってますね。どうでしょう？いや、もう本当にすぐ取ると思いますよ。お、はい、マジですか？もうすでに仕上がりはかなり。そうですね、はい、みんなコンディションいいんで、前田さん含めて、はい、やってくれると思います。なるほど、はい、じゃあちょっと怖いような楽しみなようなね、不思議な気持ちですけれども、最後にお二人ともあのサポーターの方にメッセージをお願いします。じゃあまず柏選手からお願いします。今シーズンも頑張ります。共に戦いましょう。お、短く簡潔に男らしく、はい、がっつりと。山田選手お願いします。優勝できるように頑張るので、たくさん応援して、一緒に戦ってください。今年もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。柏選手、そして山田選手でした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。あの後ろだから、はい、いつでも来ていいから。本当ですか？いつでも来ていいから。なかなか来ていないんですけど。いつでも来ていいから、ひょっこり ねえ、もう本当常に見えてる状態ですからね。はい、続いて早速また選手が来てくださっています。大分トリニータ宮澤正史選手と FC 東京の石川直弘選手です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。このお願いします。よろしくお願いします。お二人ともニコニコ生放送というのはご存知でしょうか？はい、あの見たことはないですけど知ってます。あ、石川選手も、お、すごいすごい、文字がいっぱい出てる。そう、すぐにもう今見てる方がすぐにこうリアルタイムでコメントしてくれてるんで、ね、何か質問があったらもうこれは素晴らしいチャンスなので、ぜひぜひ質問してください。なんかお二人はなんかこうツーショットに違和感がないんですが。はい、もう大先輩で仲良しですからね。はい、お世話になってるんで。はい、そうですね。髪切れって言ってる。髪切れ。メイス何使ってんのって。リンスはオーガニック系です。シャンプー、リンスともにオーガニック系ですか？はいはいはい、こだわりがあるんですか？そうですね、傷みやすいんで。でもこの髪型変えられないでしょ。いいんですよ、もうこれで。これが僕です、うん、そうだよね、はい、トレードマークだもんね。なんならもうイメージ的にはあの北澤さんですから。 あの髪の毛の中に。あ、なるほど、ね。まあ、そういうイメージじゃないですか、北澤さんって。まあまあそうだね、はい、もう僕はそういうイメージいきます。なるほど、はい、なるほど、ね、いいと思うな、はい、それ、うん、そこなのかっていう。ほらほらほら、キーちゃんなのか。ほら、かっこいいかっこいいって書いてあるんだよね。
じゃあもうずっとこのままなんですね、髪型は。そうですね、うん、多分そうなると思います。髪型の話になっちゃうんですけどね。髪型じゃなくてね、もっとこうサッカーのことなんでね、質問できると思うんですけど、皆さん。あ、結構出てますね。さあどうだろう。まあ今ちょっと来てたのは、ただなりくんどうですかって、こうね、新加入のリー選手。そうですね、よく聞かれるんですけど、うん、まあ僕が喋らなくてもみんな、はい、イメージはもうそうですね、バッチリなんですけど、コンディションもあの、うん、いいですし、もう90分2試合もうすでにやってるんで、うん、はい、かなり上がってきてます。上がってきてる、はい、チームとのその、まあ、コンビネーション的なものも。そうですね、まあ、彼はあの自分でこう俺に合わせろってタイプじゃなくて、うん、周りに合わせようともしているので。なるほど。僕は非常にやりやすいし、いろんな刺激がまた加わって、うん、はい、楽しみです。いや、フォワードの、ね、ポジション争いというか、どのフォワードが出てもなんかすごいインパクトあるっていう感じで、うん、そうですね、まあ、ぶっちゃけ、渡辺和真がちょっとブルーになってて俺は負けねえみたいな。あ、でそれはね、それがまた、うん、多分いい刺激になって、うん、なるね、はい、うん、でまあ和真だけじゃなくて、うん、まあ、前で言えばソータもそうだし、うん、そうなんですよ、あのそういう刺激がまたチームには必要なので。なるほどね。僕ももちろん受けてますけどね、刺激を、はい、いやでもそうやってそのチーム力自体がアップするっていうのは、まあ、チームにとったらねプラス材料だからね。そうですね、うん、間違いなく必要なことだと思うので、うん、そうですね、うん、さあそして大分はまた、はい、J1 でチャレンジです、はい、どうですか。そうですね、4年ぶりの J1 ですので、昨シーズンは本当に厳しい、プレーオフで上に上がれましたので、なんとしても J1 で旋風を巻き起こしたいなと思っております。いや、これ聞きたかったんだけど、はい、あのプレーオフ、まあ、はい、初めてやるわけじゃないですか、はい、みんなすべて の、はい、あのチームが、はい、でその俺たち勢い乗ったなっていう感触ってありました。そうですね、リーグ戦の最後の方で、うん、自分たちのやりたいサッカーができ始めた時があったんですね、はいはい、そのままの勢いでプレーオフも入れたので、うんうん、僕たちにとっては良かったですね。なるほど。あとあのプレーオフのレギュレーションじゃないですけど、はい、僕らは6位でしたので、うん、勝たなければいけない状況でした。そうですよね、うん、3位4位のチームは引き分けで OK でしたので、うん、まあ、そういう意味でも僕らは点を取りに行かないといけない、うん、勝たなきゃいけないっていう、うん、そのモチベーションがいい方向に行けたんじゃないかなと思ってます。なるほど、はい、やっぱり皆さんデカ盛りしデカ盛りしてインパクトのあるあのゴールたちプレーオフの時の、はい、やっぱり気になる、まあ、今年も、ね、デカ盛り選手の出来っていうのがこう いろいろだいぶ変わってくると思うんですけど、そうですね、まあ、モルシがたくさん点取ってくれれば僕らも上に行けると思いますし、うん、あのチームとしても上に行けると思いますし、うん、勢いも出ると思いますので、うん、まあ、彼に全部を預けるわけではないですけど、うん、一番重要な選手じゃないかなと思ってますけど、うん、なるほど。なんかもう変な質問が出てきてた。確かに。おかしくてまだあの髪型なのかな。デカ盛り氏の髪型なんですか。おらららら、びっくりした。あ、プリンス来ました。あ、はいはい、来ました。プリンスが来ました。全然帰ってこない。申し訳ない申し訳ない。長崎ですね。はい、はい、よろしくお願いします。参入ということでお願いします。よろしくお願いします。佐藤幸彦選手、はい、よろしくお願いします。お願いします。どうですか、まず J2 にやっぱいいですね、 J リーグは。いいですか。はい、素晴らしい。どういったところもうこんな有名人にも会えますし、いやいや、もう有名人じゃないですか。尊敬してた大先輩にも会えるし、なるほど、ね、嬉しいです、はい、すごい身内ばっかだなーなんてコメント出てましたよ。なんか良さそうな4人で。確かに。あのにこのニコニコ動画は見たことありますか。いや、初めてです。初めて、はい、ということは出演するのも初めてです。初めて、多分もうすぐなんでも、ね、うん、来るね。僕もあのさっき聞いたばっかりな、これなんか、なんかユーザーの方に質問とかしたらすぐ帰ってきますよ。確かに。あの長崎の印象なんて聞いてみたらどう。長崎の印象はいかがですか。あ、ビビ君って言うんですよ。あ、坂が多い。坂めちゃくちゃ多い、確かに。ちゃんぽん、すごいすごい、いっぱい来た。佐世保バーで、おー、すごいすごいすごい、高田社長。
坂多いんですか。坂めちゃくちゃ多いですよ。あ、面白いこれ。そうなんですよ、面白いですよね。何でもこう問いかけたらすぐ帰ってくるんで。へじゃあ佐藤先生の質問なんていうのも皆さんの方から今度は逆にありますか。ちょっと時差があるんですよ。はい、チャンプ何使ってやたら聞いてくるんですよさっきから。それなおにじゃない。はい、僕答えたんですけど。ゆきさんどうすか。シャンプーパンテン。それ別に事実だから。まあ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 、ね、まあ間違いなくここでしか答えない。すごい。おっと、あ、またまたも、はい、北九州の森村浩太選手です。ずいぶんなんかいっぱいになってきましたね。ちょっと豪華なショットですけど、やっぱりなんか馴染みのある顔ぶれというか。これは豪華ですね。久しぶりっていうか、どうも1週間ぶり、1週間ぶり、はい、すごいもう東京だらけみたいになってきてましたけど。これすごいですね。書き込んでんですか。シャンプー来たよ、ほらシャンプー。シャンプー何使ってます。なんだっけあれ。緊張すると出てこないですね。なんだっけな、あの、まあ、思い出しています、はい、市販されてるやつでしょ。もちろん、はい、ちょっとこだわったシャンプーではなくて普通の、ね、普通に買えるシャンプーと、はい、そうです。石川選手は相当こだわっていて。あ、本当ですか、ね、いや、こだわってないです。そんなオーガニックでしょ。でもオーガニックその時点でこだわってるから、ノンシリコンですね。ノンシリコンタイプの。あ、パンテンド。あ、一緒。パンテンド。パンテンって言えよ。何なんですかこの会話。シャンプーの話じゃないです。サッカーの話です。宮さんのシャンプー聞いてないです、ね。あ、そうだね。じゃあもうそろそろ宮田選手、あの時間らしいんで最後にシャンプーだけ聞いて終わりますか。ラックス。さあどうでる、どうでる。スーパーリッチ。じゃあですね、あの本当にここ最後はあのサポーターの方へのメッセージということで、ね、締めてもらいましょうか、はい、まず大分のサポーターの皆さんにメッセージお願いします。はい、皆さんに感謝の気持ちを忘れずに、今年頑張っていきたいと思います。応援をよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。宮澤正選手でした。そして石川選手、 FC 東京のサポーターの方に。はい、そうですね、まあ日本の首都東京のチームがやっぱ活躍しないとサッカー界盛り上がらないと思うので、ぜひ、東京旋風を巻き起こしたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。石川直弘選手でした。お二人にはまだ残っていただいて、はい、ここでお二人はお時間ということで、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあシャンプーシャンプーの話で締める。多分ユーザーが一気に使うと思うんで、じゃあマイクを。ありがとうございました。俺も、俺も。じゃあもう少し。はい、それではこのお二人には残っていただきまして、森村選手と佐藤選手、改めましていろいろ聞いていきましょう。同窓会かって今出てましたけど、本当にそんなような状態になってましたね。だいたい年齢は似てるの今の4人は。そんなことないですか。いや、俺だけダントツ。そうだよね。ですね、はい、さあ、あ、今早速なんか質問をいろいろいただけたら。今ユーザーの方からいろんな質問を、うん、面白いねこれ。九州盛り上がってきたね、うん、今シーズンの目標、監督、仲いい選手は。すごいですねこれ、うん、そうなんですよ。なんか答えたい質問あったら言ってくださいね。これはピックアップして答えて。どうしてパンテンなんですか。パンテンがすごい出てきますね。さあ、九州ダービーについてっていうのがかなり聞きたいなってますけど、どうですか九州ダービー。今のところ多分北九州が去年一昨年連覇してるんで。お、なるほど、はい、うん、今年も、まあ、しっかりそこのタイトルを狙っていきたいですね、うん、はい、かなり九州勢が盛り上がってますよね。いや、盛り上がってますよね。いっぱい増えて、うんうん、連覇を。長崎はやっぱり坂が多いの。多いね、なんて。確かにね。練習場に行くまでも結構坂は坂多いっす。多い、多いっす。なるほど。いや、なんかもうサッカーと関係ない質問ばっかりですね。よく行くファミレスはどこですかとか。
いや、これもあのどの選手にも聞いてますけども、はい、やっぱりあの今シーズンね、やっぱ目標はやっぱ聞きたいですよね。そうですね、うん、じゃあ、まあ、北九州からチームの、まずチームとしての目標と。そうですね、まあ、ライセンス問題ありますけど、うん、まあ、チームとしてはあの、うん、全員でサプライズを起こそうっていうコンセプトでやってるんで、うん、しっかり上位に食い込んで、うん、サプライズを起こせるように、うん、全力で頑張っていきたいです。なるほど、はい、個人としては、個人としては、まあ、昨シーズン少し不甲斐ないシーズンだったんで、うん、あの今年はまあしっかり結果残して、うん、試合に出場していきたいと思います。なるほど、はい、それでは幸子選手、長崎にとってはまあ J リーグ元年なので、うん、長崎の県民の皆様とまあ共にサッカーを J リーグを楽しめたらなって思ってますし、うん、あと、まあ、すごくサッカーで J リーグでこう長崎を元気にさせたいなっていう、僕らはまあ使命のもと戦うと思うので、うん、とにかく楽しみたいですね、うん、はい、なるほど。個人的にはどうでしょうか。個人的には、まあ、あの今年もいい選手たくさん入ってきましたけど、うん、あの得点に直結するプレーをたくさん出してですね、うん、まあ、勝ち点3に貢献できるような、うん、そんなプレーを見せられたらな。なるほど、まあ、あとは平野先輩の左足を見習ってですねいやいやいや関係ないでしょそれ平野先輩のように息の長い選手にもっともっとなりたいと思いますので。いや、もう十分息長いですけどね、もっといきたいので、もっと、はい、いや、もっと行ってほしいですよ、はい、さすが、うん、おあのこれがじゃあ多分この姿勢がビビ君にも根付いてるんでしょう、ね、ビビ君可愛いでしょ。ビビ君めっちゃ可愛いですね。ビビ君わからないでしょ。わからない。あのビビ君ってね、あのマスコットが、新しいマスコットなんて、あ、そうなんですか。こんな、はい、可愛いですね。可愛い。総選挙で11位だったんですよね。11位だ。11位で。あの初登場なのに11位。あの今のコメントじゃないですけども、非常に謙虚で。そう。あのね、もう ね、絵に描いたようなね。謙虚でした。あのお土産持ってきたりね、手土産。うん、注目しておきます注目してください、はい、よろしくお願いします。北九州は気になるのが結構選手が変わったじゃないですか、ガラッと、はい、それはどうなんですか、こうチーム馴染むのだったりとか、こうチームが固まっていくのだったりとか。そうです、まあ、今すごい、まあ、新加入の選手たちが、盛り上げてくれてて、うん、でそれで、まあ、雰囲気としてはすごい明るくできてますけど、まあ、シーズン始まってみて、もっともっとこう喋りながら、うん、話しながら、いろいろやっていければいいかなというふうに思ってますけど、うん、はい、なんかこうチームとして目指しているものっていうのは、あのスタイルっていうか、こうチャレンジっていうのはどういうことをやってるんですか、練習とかで。まあ、まあ、若手もベテランも中堅もガツガツ、盛り上げながら楽しく、やってます、ね、はい、楽しくっていう、ね、言葉が結構聞かれますけど、それがポイントなんですかね。で最後にですね、サポーターの皆さんにメッセージをいただきたいんですけれども、まずじゃあ森村選手お願いします、はい、今年1年間全力で頑張りますので、ぜひ応援よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。まあ本当に1年目なので、こう派手にイケイケで行きたいと思いますので、スタジアムに足を運びください。そうだね、はい、スタジアムにはぜひ足を運んでもらいたいですよね、はい、うん、ありがとうございました、はい、ギラバンツ北九州の森村浩太選手、そしてビファーレン長崎の佐藤幸彦選手、どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。さあ、はい、どうもありがとうございます。はい、よろしくお願いします。マイク持っていいですか。はい、よろしくお願いします。あれ、1,2,3,4 人も選手がいっぺんに来てくださいましたね。遠いなら、まず、ずいぶん多いです。あ、ちょっとかん、はい、今シーズンは、いや、まあ、それはうちのチームの、中四国チームの皆さんが来てくださいました。ちょっとまず、選手を紹介します。いえいえ、皆さん、する仕事なんでしょう。あ、持ちますか。やはり
とマイクが足りないので、じゃあまず私の側から愛媛 FC の吉村圭司選手、はい、そして徳島ヴォルティスの斉藤大輔選手、はい、そしてファジアーノ岡山の千秋貴則選手、そしてガイナーレ鳥取戸川健太選手、この4名にお越しいただきました。鳥取、愛媛、あ、そうか、中国、四国ということなんですね。それでいっぺんに。そうですね、はい、遠いですね。すごいな。ちょっと遠くて話が聞こえますかね。あの、皆さんニコニコ生放送ってご存知ですか？一応少しは知ってますけど、今リアルタイムで私たちの放送を見た方がこうコメントを返してくれるということなんで、あの、気になった質問があったらぜひぜひこうピックアップしてください。コメントですか？はい、そうです。何か気になったのありますか？リアルタイムこれも本当生の、そう、これ今なんですよ。何か聞いたらすぐ答えてくれますよ。愛媛出てこないですね。今年上がるぞじゃあ愛媛のサポーターの方コメントください。いらっしゃいますか？くれるんですか？くれますよ。こう呼びかけてみたら愛媛出てきた。ありがとうございました。みかん出てきました、ね、じゃこてんってある。じゃこてん有名なの？有名です。ワッキーが昔やってましたよね。 あれでじゃこてんおばちゃん。なるほど。中国四国地方っていうのでこうライバルっていう感覚はかなりあるもんなんですか？あるんですか？いや、四国同士はあるんですけど、中国ってなるとそんなライバル視してる感じはないんですけどなんか、ね、いやいや、いいんだよ、くっつけ的な、ね、いやいやいや、いいんだいいんだいいんだ。まあでもそれでね、楽しんでもらえるんであればいいかなと思いますけど、ね、まあまあ、なんとなくこう近いからね、地形的にね。はいはいはい。どうなんですか、一方のあれ、中国四国側。四国はやっぱ意識してますか？いや、そうですね。まあでも岡山は本当にあの隣の県なんで、あのしっかり意識して、まあ、ダービーっぽい雰囲気にもなりますし、はい、楽しみですね、それは。ただ四国は、はい。はいっていうだけにしてます。どうですか？鳥取のことやっぱ意識するもんですか？まあ隣の県なんで、うん、ですよね。はい、その通りです。間違ってません。間違ってあのまだ、四国が J1 がいない。そうですね。ですもんね。はい、いないです。ということでこう一番の J1 になるっていう、こう気持ちというか、はい、意気込みっていう。愛媛になりたいと思います。どうですか、今年今のところの感触としてチームの雰囲気はいかがですか？ちょっと怪我人多かったんですけど、あのだいぶ戻ってきて、まあ、戦力的にも。戻ってきているんで、チームとしてまとまりつつあります。今シーズン、新しい監督が、あの石丸監督が入って、はい、そのチームの雰囲気とかやっぱガラッと変わったんですか？そうですね、選手が結構自由に楽しみながらサッカーやってるので、うん、まあ、たまには雷落ちますけど、はい、まあ、でもあの楽しくサッカーやるってことは。ちらっと聞いたんですけど、かなり走り込んだっていう風に聞いてますけど。かなり走ってますね。なるほど。あのかなり僕ベテランなんですけど、33歳なんですけど厳しいです正直。まあでもその走り込みがやはり終盤、中盤から終盤にかけて多分こう身を結んでくるっていうような、まあ、イメージはきっと監督が持ってると思うんですけどね。そうですね、うん、1年通して走り通すにはやっぱり今走っとかないといけないと思う。そうですよね、まあ、そういう意味では徳島かなり手強い相手に愛媛がなってくるんじゃないかと思いますけども、どうですか？そうですね、やっぱり四国勢としてはやっぱり愛媛にはすごい対抗意識があるので、絶対に負けられないなっていう、そういう思いでお互いやっぱそういう気持ちで戦ってると思うんで、今年も勝てるように頑張りたいなって思います。四国ダービー熱いってことですね。そうです ね、ちょっと注目ですよね、まあ、注目ですね。どこが一番に J1 に来るのかっていうの楽しみですしね。いや、期待したいですね。はい、はい。そしてじゃあ最後に、サポ自分のチームのサポーターの方にメッセージをいただきたいんですが、まずじゃあ、吉村選手から、はいはいね、はい、お願いします。今年は、徳島に負けないように頑張ります。いやいやいや、いいよ、ストレートでいい、ストレートでいい。じゃあ斉藤大輔選手お願いします。
そうですね、やっぱり愛媛には負けないように頑張りたいと思います。それプラス四国初の J1 誕生という大きな目標に向けてチーム一丸となって頑張りたいと思いますので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ続いて、岡山ですね。岡山ですね。千秋選手お願いします、はい。全勝してぜひこの中四国を取ってみせます。おお、力強い力強い言葉です。そしたらさあそして最後に、あとにかく岡山に勝ってないんで今年こそ勝つ、頑張ります。やっぱりこう中国四国っていうなんかライバルを意識しちゃうもんなんですね。なりますね。はい、4選手ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。愛媛の吉村選手、そして徳島の斉藤選手、岡山の千秋選手、鳥取の戸川選手、4名にお越しいただきました。ありがとうございました。ちょっと4人いっぺんに来たんでなんか大パニックになっちゃいましたね。おっと、さあまた来ましたよ。ガンバ大阪の倉田修選手、あ、ガンバ大阪の倉田修選手と京都の安藤純選手です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いやもうこの2チームは ねもう J2 でも、うん、あの注目のカードですからね。そうですね、はい、これはやっぱり聞きたいこともたくさんあると思いますし、そうですね、まあ、皆さん今ならきっと何でも倉田選手答えてくれますよね。今なら何でも OK ということなんでちょっとガンガン質問来てくださいね。あのこうやって今 この番組を見てくださってる方がリアルタイムでこう質問をしてくださってるんですよ、はい、いいね。ということで気になる質問があったらスタさん結婚おめえとか知らなかったですからね。長谷川監督どうですかなんて、イケメン、安藤選手イケメンだななんていうコメントもマジっすか。いっぱいありますよ。俺さかなクンって言われるんですけどね。さかなクン、さかなクンって言われるってことは、はい、F 棟の、東選手と似てるってことになりますけども。なんか出てました、ね、似てるんですかね。言われたことないですけど、ね、そんな似てないよね、はい、でもね、でも魚がギョ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 ってめっちゃ出てますね。そう言われたら似てる。そう言われたら似てる。あ、あと言うとね、そう見えてきちゃいます。そうそう、はい、さあ、いっぱい質問が来ますか。何かこうピックアップして、なんかしゃべ、うん、あの答えたい質問があれば。J2 豪華だななんて言ってますけど。開幕でね、ダービーね、どうなんですかね。そうですね、僕はガンバと組まれるんかなってあの思ってたんで、嬉しいですよね、やっぱり。盛り上がる、はい、ね。はい、関西ダービーなんでね。そうですね、はい、そう真ん中ら辺にやってくれたらおもろかったんですけどね。そっか、最初に長谷川健太監督はどうですかっていう質問もいっぱい来てますね。声が低すぎて怖いっす。声が怖いっす。そうなんですか。これドスの聞いてる声というか、はい、最初ビビったんですけど、けど風呂で一緒になってめっちゃ笑顔がなんかその時可愛かったんで、なんかね、愛嬌も出ます。ギャップがなんか俺は良かったっす。笑顔が可愛い。いや、ちょっと見てください、今度。結構、この場で、ケントさんよく来てくださったんですよ。そうですか。で、大人気だったんですけど。笑ってました？笑ってましたよ。もうニコ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 笑ってましたよ。もう基本優しいね、めっちゃ優しい方ですからね。はい、ただ、まあ勝負事とか、っていうのはもう相当厳しいですからね。そこはね。もうこう倉田選手から見て、こうケントさんの目指してるサッカーっていうのと、去年までのガンバのサッカーの違いっていうのは結構あるんですか？まあ、違いは、まあ、去年はなんかいい意味が悪いか分からないですけど、ちょっと自由な感じがあったんですけど、今年はしっかり守備であったり攻撃のコンセプトがあるんで、うんうん、まあ、なんか しっかり太い柱っていうか、そういうのが、うん、作ってきてるんで、うん、できつつあります、はい、なるほどなるほど。そういう意味では非常に手強い相手だと思いますが、ガンバというのはどうですかね。そうですね、もう日本でも代表するチームだと思うんで、うん、本当に、まあ、厳しい試合になると思いますけど、まあ、今まで、ね、2年間 J2 戦ってきてもどことやっても本当に厳しいんで、うん、ガンバさんに限らず、うん、どこでやっても本当に厳しいんで、なるほど、まあ、はい、そういう思いはあります、はい、ね、こう大木監督で3年目ですよね。なんかこう変化っていうものとかはあるんですか？変化というよりは熟成みたいな、熟成、まあ、進化したいっていうのはありますね。うまいこと言いましたね今ね。ちょっとかっこいい感じで言いましたね。でもじゃあ具体的に変化というより進化っていう、はい、そう、今までやってきたものをこう上積みしていくっていう感覚がやっぱありますし、じゃあ練習でもそういうことを、そうですね、今までやってきたことができてるとは思わないんで、それプラスやっぱり
そこを突き詰めていきたいというのがやっぱありますね、はい、京都のサッカーって本当にこうパスをつなぐサッカーでとすごく面白いんだけども、あの、ね、攻撃だけじゃないと思うんですよ、はい、っていうのはこう守備もね、本当にみんなが同じ絵を描いてボールを取りに行くってこう共有できているっていう、ね、場面がね、この試合の中でいくつも、ね、あるんですよね。でキャンプ僕はちょっとプレシーズンマッチを見に、はい、行かせてもらったんですけども、面白かったですよ。守備見てても面白かったんですよね。ありがとうございます。で特にサイドのね、ボールを取る、まあ、位置のところでよく選手がおそこはめちゃはめちゃみたいな、よく掛け声をかけて、はい、こうやってるっていうのがね、あ、これすごい浸透度合いすごいなっていう風に感じたんですけど、どうですかねその辺は。まあ、そこはやっぱり守備でもアグレッシブというか、うん、自分たちが守備でも先手取れるように、うん、してるつもりですし、うん、全員がそういう覚悟を持って、プレッシャーかけてるんで、一人でもねやっぱり、うん、ここ無理やなと思ってしまったらやっぱうちの守備はできないと思うんで、そうですね、そこはこうやっぱ積み上げてる部分はあると思います。で、まあ、そこの部分で少しでもこうサボる選手だったりいると、はい、やっぱもちろん監督も、そうですね、やっぱり監督も言いますし、やっぱ中でも、うん、中でもやっぱり、はい、やっぱりやれよっていうふうには言いますね。なるほど、さあでは最後に、サポーターのそれぞれサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。まず倉田選手、サポーターですか、はい、はい、今年は J2 ですけど、絶対厳しい戦いになると思うんで、一緒に戦って、J1 昇格しましょう、はい、ありがとうございます。続いて安藤選手、はい、もう本当に昇格しかないと思ってます。本当に優勝するつもりで、全力で戦うので、ぜひ西京区とかアウェイの方に、応援してきてもらいたいと思います。よろしくお願いします。はい、ガンバ大阪の倉田修選手と京都サンガ FC の安藤純選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、どうぞどうぞ。はい、はい、よろしくお願いします。湘南ベルマーレ長木亮太選手、はい、来ていただきましたよ。今回は一人なんでちょっといっぱい聞けそうですね。いやいや、ちょっと全然聞かないですなんてことするんですか。ニコ生ご存知ですか。いや、初めてですね。こうやってこう今この番組を見てくださってる方がすぐこう、はい、コメントをくださるんですけど、はい、なんか気になったコメントがあったらもうどんどん拾ってってくださいね。ちょっとプレッシャーですね、うん、チースってありますねさあ、笑顔が可愛いと可愛い可愛い言われてますねさあ今年、はい、J1、はい、どんな気持ちですか。そうですね、まあ、個人的にもプロ入ってから初めてなんで、はい、大学の時ちょっと強化試合出てたんですけど、うん、プロに入ってからは初めてなんで、うん、もう本当にどこまでできるか、うん、個人的にもチームもどこまで通用するかっていうのはすごい楽しいです、ね。はい、今のところこうキャンプとかでチームの仕上がりっていうのはどうですか。まあ、タイ行ったんですけど、10日ぐらいで8試合こなしたんで。そんなに、めっちゃやりましたね。チーム全体でですけど、うん、全員が8試合ではなく、はい、うん、そうですね、1人、まあ、大体その半分ぐらいは出るんですけど、かなりスパルタですね。ゲーム体力がすごいついたと思うんで、それが今日本帰ってきてからすごいみんな、なんですかね、楽にできてると思うんで。そうなんだ。まあ、どちら、走り込み、ただの走り込みというよりも、はい、ボールを使いながらこうフィジカルコンディションを上げていくっていうようなトレーニング。そうですね、まあ、うちはあんまり素走りはしないんで、お、なるほど、はい、ボールを使って、体力をつけていくトレーニングが多いんで、はい、なるほど。すごいな、ちょっとそれ結構衝撃を受けちゃいましたよ。スパルタなんですねまあまあでも、まあ、スパルタ、そうね、まあ、10日で8試合って。いやでもそっちの方が正直ね、はい、いいですか。ただの走り込みよりも、ね、ゲームの中できつい方がいいんですよ。あ、はい、ね、そうなんです。モルリーニョ式なんて出てますね。じゃあその中でこう何か手応えみたいなのってつかめてきてます。そうですね、まあたくさん課題だったり、まあ、いいところもたくさん出たんで、うん、まあ、今日本帰ってきてからも練習試合すごいやってるんですけど、うん、まあまだまだこのままじゃ、J1 では通用しないと思うんで、うん、まあ、うちは、あんまり J1 経験してる選手も多くないんで、うん、チャレンジャーだと思ってるんで、本当にみんなどのチームに対しても胸を借りるつもりでやりたいです。うわお、
さすがですね。さすがもう、はい、素晴らしいコメントですね。本当ですね。でもこう J1 の初試合となると、なんかこういろいろな思いというかね、あるんじゃないですか。そうですね。初戦マリーノスですよね。はい、あの神奈川ダービーなんで、うん、湘南のサポーターもたくさん来てくれると思うんで、本当に勝利して、うん、最後いつもダンスするんで勝った時は、ね、はい、それをみんなで やって帰りたいです。 初ダンスをね、 J1 で、はい、J1 初ダンス、はい、なるほど。では最後にサポーターの方へのメッセージをお願いします。はい、まあ、今年から J1 で、やるんですけど、まあ、本当に、まあ、できることできないことあると思うんで、まあ、一日一日、課題だったり克服して、まあ、サポーターの方々にも、たくさん応援してもらって、いいチームになって、いい1年で終わりたいと思うんで、まあ、試合、勝利のダンスできるように していくんで、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。湘南ベルマーレ長木亮太選手でした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、怒涛のごとく選手たちが来てましたけど、おっと来ましたよ。さあ、またまた選手と、そしてスペシャルゲストにも来ていただきました。はい、セレッソ大阪柿谷陽一郎選手、そして川崎フロンターレの大久保嘉人選手、そしてあのスペシャルゲストを、いやいや、ゲストじゃないすみません、たまたま酔ったもんで来ましたよ。ちょっとこれはね、またすごいスリーショットですけれども、あのニコ生ってご存知ですか。ニコ玉、ニコ…ニコ玉ニコ玉はニコ玉ありますよね。今日知ったんですよ、ニコ玉来るとき、はい、通ったんで川崎だけ、ニコ生は東京、はい、あ、ニコ生ご存知ですか。え、あのニコニコ生放送っていうこの番組なんですけども、あのこうやってリアルタイムでこう見てくださってる方がこうコメントをくださってるんで、はい、もう皆さんも何か聞きたいことがあったらどんどん聞いてください。そしてこう酔ってるなんて聞かれてますよ、大久保選手。酔ってる、酔ってないですサッカー選手酔ってるという質問もね飲んでるのみんなそんなような質問ばっかりしてますけど、あ、じゃあ早速、質問、メール質問来てるのかな、柿谷選手エースナンバー8についてっていうことですか。ようちゃん頼むで。そうですね、どのような思いがありますか。いや、もう8番はやっぱもう申島さんなんで、うん、まあ申島さんにちょっと8番借りてるつもりで、はい、まあ、背中を押してもらいながら、はい、頑張れたらいいなと思いますけど。いや、素晴らしいこと言ってますけど。ということですよ、森島さん。柿谷先生、はい、いやいや、もう僕の番号じゃないですよないですもん。というか僕がここにいていいのかなと思う。これ大丈夫ですか、これ先週先週で誰やのおっちゃんってなってないですか。なってないですよね、皆さん。大丈夫ですか。はい、まあ、でも本当ね、こうやって、まあ、セレッソ本当8番すごく、ね、大事にしてくれてるんで、まあ、今年活躍をしてくれると思います、はい、あれどうですかちょっとまだ違和感があるかな、はい、まあ、でもまだここもね、はい、大活躍をさせないようにセレッソ戦は他では十分していただいていいんで、セレッソ戦だけはね、おとなしくしてほしいな、はい、そうします。どうですか大久保選手、水色のユニフォーム着て、はい、あの川崎というチーム。いや、もうちょっと慣れましたけど自分は、はい、シワシワやないですか、ね、シワシワ俺のだけシワシワなんよなんか知らんけどそうなんですよ。こうチーム、はい、チームメイトとはもう完全に、あ、もう慣れましたよ。慣れました、はい、なんかこう、お気に入りのいじる選手とかいます。いや、こいついじったら面白いみたいな。あ、います、います。誰ですか。パウロ、あ、出てきた、ほら、パウロパウロ、パウロ、はい、っておるんすよはい、ほんとに、ほら、もうすごいパウロパウロばっかり出てるどういうふうにいつもいじるんですか。いや、なんか、超面白くて、うん、な、もういじるっていうか、普通に自分でしちゃいます。あ、自分でも、なんでも、はい、自分からこう、はい、いじられに来るみたいな。いじられるし、もうすぐ、悪くないのに怒られるというね一番かわいそうなパターンです。そうなんだあのチームの今年のチームについても聞きたいんですけど、こうセレッソはこう今のところキャンプなどを終えてどんな感じですか、仕上がり。いや、めっちゃ順調ですね、はい、試合も、まあ、ほとんど勝ててますし、うん、まあ、あとは
3月2日に向けて 100% に持っていくだけかなって感じですね。 100% に持っていくっていうのはどういうことをなさるんですか？はい、いやもうコンディション、まあ、まず怪我しないことは大事ですけど、うん、まあ、今 70-80% ぐらいの体の出来をあと 20% ぐらいを1週間ぐらいで、はい、うん、作っていけたらなと思います。あの柿谷選手、さっきからあの来ないかな来ないかなっていうユーザーの、ね、皆さんの早く柿谷来いよみたいなコメントがすごい多かったんですけど、個人としてのやっぱり目標もみんな気になってると思うんで、まあどうですか、結構結構ザックバランに来ますけど、この辺でもう一回パウロ出てくるんじゃない個人としての目標っていうのはどんな、個人的にはパウロがやってんじゃないのこれいやまあ数字的に数字とかいうよりやっぱ ACL 出たいですね。あー、はい、セレッソで。なるほど、そこが目標。はい、大久保選手は、大久保選手、はい、あそうだよ、これ今見とっとだよ何ですか、あの目標だったり、いやタイトルですね、やっぱタイトル、はい、タイトルを取りたいなと私はあのシャンプー何思っています。個人的な目標とかありますか？あーそうですね、まあ、15点ぐらい点取りたいんですけど、あと11点で100得点なんで、それを早く達成したいです、はい、なるほど、はい、森島選手、シャンプー何使ってるのってめっちゃ質問来てますけど、いやちょっとさっきあの他 の, あの選手の中でシャンプーの下りが、石川選手が FC 東京の石川選手のシャンプーが何使ってるかっていう時にあのオーガニックのシャンプー使ってるとっていうところからなんかシャンプー値段になっちゃった。だから俺はもうボディーソープで上からえ便利ですね、間違えることないからヘチマとか出てましたボディーソープで顔ももちろん洗って顔も全部なるほど、ちょっと、ね、あの北戸選手はまた良一選手と得点を争いしてましたけど、うん、2人がまたね、いやこれは取り合うというところ、うん、今もうすでに絶好調ですよ。いやすごいですもんね、はい、新聞載ってますね常に。じゃあ最後に、サポーターの方へのメッセージをお願いします。柿谷選手、いやもう開幕から全力で飛ばしていくんで、本当に応援よろしくお願いします。ありがとうございます。大久保選手、いや開幕から飛ばしていくんで、フロンターレとセレッソよろしくお願いします。はい、では最後に森島選手、森島さん、いやもう開幕から飛ばしていくんで、かぶせてた。いやでも本当ね、でも今年 J リーグはね本当盛り上がっていきそうだなっていうね、もう選手たちがみんながねすごくいい表情をしているので、もう今シーズンがすごく楽しみですし、シーズン終わるときにはセレッソが優勝見れるんじゃないかななんて、はい、あの期待しておりますし、あのフロンターレのね大久保嘉人選手もやっぱ頑張ってほしいなと思いますけど、セレッソ戦はおとなしくしておいてもらって、はい、セレッソ優勝頑張ります。はい、ありがとうございました。セレッソ大阪垣谷陽一郎選手、そして川崎フロンターレの大久保嘉人選手、そしてスペシャルゲストの森島さんがなぜか来てくださいました。ありがとうございました。いやもちろんです。ありがとうございました。ちょっとあれ写真が来てないよ、すいません。いやどうもありがとうございました。あ、光栄です、ありがとうございます。いや一気に関西色が強くなってね、ちょっといや強いどうしようかと思っちゃいましたけど、はい、そして今度はですねオレンジダービーですかね、オレンジの2人が来てくれました。清水エスパルスの杉山浩太選手と大宮アルディージャの青木拓也選手、お二人に来ていただきました。よろしくお願いします。お二人、あのニコ生ってご存知ですか？なんとなくです。ご存知ですか？いや、今この番組を見てくださってる方がリアルタイムでこうパソコンでこうコメントとか打ってこれをこう出てきてるんですよ。だからこう質問なんかあったらユーザーの方にしてもいいですし、皆さんもこのお二人への質問があったらどしどししてくださいね。あーちょっとこれ聞いていいですかね、大宮開幕ダッシュできるって質問来てましたね今来てましたね。どうですかね、いや開幕ダッシュしたいですね。したい、はい、やっぱりまあ去年は、ね、残留力の素晴らしさというかね、もうあそこでこう負けない試合を繰り広げた、あれは本当に素晴らしかったなと思うんですけど、まあ、去年だけじゃないですけどね。あ、そうですね。もう毎年やっぱり、ね、大宮の先輩じゃないですか、はい、皆さん。そうですけど、落ちないですから大宮は。落ちない、本当に落ちないですね、はい、でもこう開幕ダッシュのポイントっていうのはどんなあたりにあると思います？まあ、去年の、最後の強さっていうのを、そのまま出せればいいかなと思いますね。
11戦負けなしですよね。そうですね、はい、まあ大きく変わってないですもんね、チームは今年。そうですね、はい、なかなか11戦負けなしでできないですからね。すごいですね、これ。すごいことですよ。これ最初11戦負けなしだったら相当、はい、勢いも出ると思いますし、ね、受験生の守護神って感じですね。そしてオレンジ同士意識なんていうのはするんですか。オレンジダービーなんて言われたりしますけどね。という意味でなんかそんな話もありますけど、あんまり意識は、まあ、若干です。若干じゃない。若干ね、なるほど。どうですか、清水は今のところこうキャンプなどを終えて。すごい順調ですよ、はい、こうチームとしては、まあ、監督も変わらないですし、こう積み上げっていう感じですか。そうですね、まあ、ただ新しいことにもチャレンジしてますんで、うん、まあ、それがいい方に出ればいいな。え、それってどんなようなチャレンジですか。まあ、フォーメーションも若干変えてますんで、はい、3フラットボランチでね、はい、チャレ今年は、はいはいはい、あの清水はやってるんですよね。あ、そうなんだ。守備の安定感は抜群ですね。ああ、今まだ無失点ですもんね、このプレシーズン、ね、そうですね、はい、そうですよね。へ、そのあたりやっぱ手応えというのはやっぱり選手たちも感じてるものなんですか。まあ、感じてると思いますし、まあ、あと攻撃はこれからもう少しさらに積み上げていきたいなと思います。うん、なるほどね。なんか質問ありますか、お二人への。あ、どうですか、今ちょっと気になる質問ありました。すごいですね、バレー焼肉あげときゃ点取るぞ。バレーはどう、バレーはどう、バレーに焼肉、バレーに焼肉をってめっちゃ来てますけど、そんなに焼肉好きなんですか。なんですかね、ちょっとすみません、勉強不足です。はい、バレーはね、あの両チームともいましたからね。はい、大宮にもいましたしね。いや、青木選手は、青木選手はやってないですね。もう一番初めの頃だったので。あ、そうなんだ。はい、じゃあ焼肉を一緒に食べに行って。もう、はい、すぐ行きます。そしたら序盤もね、また開幕戦からやってくれるかもしれないという、うん、他に、さあ他にユーザーの皆さん質問はありますか。あ、焼肉の CM で有名になったんですね。あ、言ってました。あ、そうなんです。言ってました、やってるって。俺焼肉の CM やってるよ、やったって言ってました。あ、そうなんだ。そうなんですね。好きな寿司ネタは村松あ、村松選手がどうですか。 iPhone 使ってるなんて関係のない質問もいっぱい来てますけど、はい、なんか気になった質問があったらぜひ。いや、特にちょっとちょっと青木選手、あのもうちょっとこうマイクに向かって喋ってください。はい、いやいや。どこも使ってるって今。あ、そうですよ、大宮。僕 iPhone です。いいんですか、そういうの言って。大丈夫です。大丈夫。大宮で注目の選手はなんていうのもありますけど。やっぱあのツートップ、外国人のツートップじゃないですかね。はい、あの二人。大きいしかっこいいですし、ね、すごいですよね、うん、2人でね、かなり あの得点は計算できる、はい、そうですね、時できますもんね、はい、うん、まあ、どうですか、青木選手の目から見て今年もやってくれそうな感じ。いや、もうすごいやってくれそうな雰囲気はあります。なるほど、チームの仕上がりとしてはもう順調ですか。まあ、はい、順調ですね。怪我人も今はそんなにない、うん、そうですね、はい、少ないですね。少ない、はい、じゃあ開幕ダッシュとしては状態は、はい、いいですね、はい、おー、じゃあやっぱりそこを期待しちゃいますね、開幕ダッシュ、ね、頑張ります、はい、チームとしての今年の大宮の目標っていうのは何ですか。勝ち点53っていうのは、ほうほう、はい、53以上、はい、53以上、はい、順位とかっていうことではなく、ではなく53ですね。なるほど、はい、しっかり勝ち点を積み上げていこうということなんですか。そうですね、はい、なかなかなんてきてますけど。個人としての目標というのはありますか。まあ、個人としてはやっぱ、フルタイム、で試合に出たいなというのはありますね。うわ、それは相当な、ね、ことですもんね、フルタイム出場。いや、フルタイム、そうですね、出るということはなかなかいないですもんね、もちろん怪我も、ね、しっかり、せずにね、常にこうコンディションいい状態にして、まあ、出るということなんで、まあ、なかなか難しいことですけどね。杉山選手は今年の個人の目標というのは。まあ、チームをうまくまとめて、うん、いい結果が出るようにやっていきたいなと思います。チームとしては何を目標に掲げてるんですか。まあ、一試合一試合戦って勝っていくとタイトル見えてくると思いますので、うん、それを目指してやっていきたいと思います、うん、やっぱりタイトルっていうのがもう去年はどこも手が届きそうだったじゃないですか、どの大会も。
ていうすごい思いがあると思うんですけど、まあ今年こそ取れるように頑張りたいと思います、うん、はい、では最後にサポーターの方へメッセージをお願いします。まず清水のサポーターの方へお願いします。まあ今年もまたシーズン始まりますんで応援よろしくお願いします。はい、青木選手、開幕ダッシュできるように頑張りますので応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。清水エスパルスの杉山浩太選手、そして、大宮アルディージャの青木拓也選手でした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。さて続いてはですね、優勝監督来てくださいましたよ。サンフレッチェ広島の森保はじめ監督です。よろしくお願いします。いや監督が来てくださるなんで、ちょっとあもう賑わってますよ。あのニコ生ご存知ですか？はい、今知りました。すいません。あのこうやって今この番組をご覧になっている方がこうリアルタイムでコメントをくださってるんですけど、パチ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 とか出てくる。あ、そうです、8888。よくわかりましたね。そうですよ、もう大盛り上がりです。森保監督が出てきて、あ、パチ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 きましたね。すごいですねこれ。ネクタイは奥様のセレクトですかっていう人もいる。これはあのクラブの、あ、クラブのオーラなんですね。はい、まあ言ってみたらユニフォームです。あ、そうなんですね、はい、さあ、もう明日からですよね。はい、そうですね、試合がね、はいはい、どうですか明日の意気込みは。いや、これまでも、いい準備ができてきましたし、まあ、明日は、ゼロックススーパーカップ一つの大きなタイトルだと思って臨んで、そのタイトル勝ち取れるように、はい、したいと思います、はい、開幕までも忙しいですよね。そうですね、はい、まあ、でも、やはりこういろんな方にこう注目してもらえるいい機会なので、まあ、ここで、開幕前にいいこう注目 とあと期待を持っていただいて開幕戦に我々いいプレーをできればというふうに思います、はい、結構続々と質問来てたんですけど、はい、くだらない質問もとっても来てたんですが、どのぐらいまでね、どのぐらいまでの質問を拾っていいのかっていうのが、まあ、ピックアップしてもらえるかわからないですけども、はい、もしなんか気になる質問があれば、これもうリアルタイムで今流れてるので、じゃあこれを見て今森保監督に質問を皆さん書き込んでください。すごいところで出てきてみんなこう打つの早いですね、やはり、ブラインドタッチだ。いやでもACL のことは言われてますけど、本当にまあ広島の代表としてでサンフレッチェのサッカーをね、しっかりとお見せできるようにアジアの皆さんに知ってもらえるようにやっていきたいと思います、うん、とあと、まあ、広島代表だけではなく日本の本当にこう J リーグの代表として、まあ、しっかりとこう結果にこだわってやっていきたいと思います、はい、なるほど。最近なかなかこう ACL では、ね、日本勢が上の方まで行けてないっていう状況で、はいはい、やはりACL は、まあ、本当に厳しい日程の中戦っていかなければいけないですし、はい、やはり日本にとって日本のチームにとってアウェーでの戦いは、うん、やっぱ相当ハードなタフな戦いになるので、まあ、そういったところをしっかりと、ね、こう勝っていけるようにしぶとくタフに勝っていけるようにして、はい、結果につなげられればと思いますけど、ね、うん、はい、なるほど。明日は何時集合ですかって質問が来てましたよ。まあ明日、いや明日は、まあ、何時だったっけ。今日はホテルに泊まられてるんですもんね。はい、そうです、はい、ぶっちゃけ今年の広島は強いですかなんて。もいや強いと思いますよ、はい、裏も強いと思います。いい選手いっぱいいますし、本当にこうチームとしては強いと思います。ユーザーの方は今多分その開幕戦っていうのはね、はい、かなり気になりますよね。気になる一つだと思うんですよね。2年連続でね、まあ、はい、まあ本当こう注目される中、まあ、多くのサポーターがエディオンスタジアムに駆けつけてくれると思うんで、うん、本当にいい試合をできるように、うん、したいと思います、うん、で、まあ、そこは広島のホームなので必ず我々が勝って終わるっていうことを、はい、胸に戦いたいと思います、はい。それでは最後にサポーターの方へのメッセージをいただけますか、はい、サンフレッチェを応援してくれているサポーターの皆さん、今年もサポーターの皆さんとともに、喜びを一つでも多く分かち合えるように頑張っていきたいと思いますので、どうぞ一緒に戦ってください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。サンフレッチェ広島森保はじめ監督でした。もういっぱい拍手来てます。パチ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 。ありがとうございました。ありがとうございました。また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 すごい方来てくださいましたよ。ビファーレン長崎高木監督です。
よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ニコ生ご存知ですか？いや、知りません。こうやってこう今見てくださってる方がリアルタイムでこうコメントを書き込んでくださって、もう大砲大砲、アジアの大砲、大騒ぎになってますけど。そうですね。いや、こんなことがあったんですね。なんかこう一言言うとすぐ返ってきますし、こう逆に気になった質問なんかがあったらピックアップしておっしゃってください。はい、はい、どういうふうに対応したらいいんだろう。絆創膏は絆創膏はなんで来てますけど、これはですね、今日家を出るときにカミソリでひげを剃るときにちょっとこう横に引っ張っちゃったんですよね。それで切れでしょ。でちょうどワイシャツを着なきゃいけなかったんで、はい、やっぱり血がついちゃまずいなと思ったんで、うん、もう絆創膏でいいなと思ってずっと貼ってます。なるほど。まあ、そのサッカーじゃない質問も、ね、いっぱい来てますけど、でもやっぱり今年は、ね、ビファーレン J リーグに参加ということで、うん、いろいろ聞きたいことはたくさんありますよね、平野さん。そうですね。いや、もうそれはまず、うん、僕の個人的な質問として、はい、やはりその長崎でやっぱ監督を、まあ、やろうという、まあ、決意したその理由っていうのをどうしても聞きたいなと思うんですけれども。いや、もうその長崎のスタッフの方がやっぱ熱心に誘ってくれたっていうことが一番ですよね。そこに、まあ、我々の仕事っていうのはもうそういう依頼がなければ、うん、オファーがなければ全くできないので、うん、そういう意味で本当に熱心に誘っていただいたっていうことが一番の大きな理由で、まあ、付け加えるとすれば、その中でまあ、よくサッカー選手って海外でも日本でもだいぶ変わってきたと思うんですけど、はい、一度はやっぱり最後自分のふるさとでそのプレーヤーとして終わりたいとか、そういったあるじゃないですか。はい、ありますね。そういう意味で僕はなかったので、監督としてこうできるっていうことがやっぱり自分にとってはすごく喜びだったので、まあ、それが付け加えるとするとそういう理由で、はい、決めました。まあ、J1 参加1年目ということで、こう監督が一番にこう根付かせようと思うことっていうのは何なんですか？まあ、ゲームの内容はとにかくいろんな展開っていうのはいっぱいあると思うんですけど、うん、やっぱ90分間通して諦めない姿勢は、うん、その長崎の人たちには絶対見せたいなとは思ってます。うんうん、そして具体的に今年の目標というのは？目標はですね、やっぱり最低、まず最低レベルの話をすれば絶対残留が必要になってくると思いますので、やっぱり昨シーズンから降格制度もできて、やっぱクラブの経営と、そしてそのクラブの経営がその降格することによって一気にいろんな意味で変わってしまう、はい、でそういうところをアップダウンしているチームではやっぱダメだと思いますし、うん、まずはやっぱり残留することでしっかり基盤も作る、うん、でその2年目以降からいろんな意味でトライするところはしていきたいなと思いますし、でもまずその最低の目標は残留ですけど、今の選手たちとか長崎の人たちのこう姿を見ていると、僕はそれは絶対大丈夫だと思うので、やっぱその先は高いところを目標を持ってやっていきたいなと思っています。じゃあサポーターの方のこうサポートもすごい感じてるっていうことなんですね。まあ、その辺は真摯に本当にすごく感じますよね。うん、じゃあ最後にそんなサポーターの方へのメッセージをお願いします。まあ、開幕戦は、アウェーからのスタートですけども、アウェーだからではなくて、もう3月2日からの開幕戦に向けて、とにかく長崎のサッカーに関わる方はみんな頑張ってます。皆さんと共に、2013年、皆さんの声援が最後の後押しとなって我々選手に伝わっていくと思います。そして、我々も皆さんの期待に少しでも応えられるように頑張っていきたいと思います。ぜひ、スタジアムやそしてテレビで我々の姿を応援観戦よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ビファーレ長崎の高木拓也監督でした。ありがとうございます。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。いや、すごい、こういうのがあるんですね。そうなんですよ、こういうのがあるんです。いやー、ありがとうございます。なんかすごい、最後にすごいコメントをいただきましたね。すごいですね、やっぱり。なんかこう、サッカーだけじゃなくて、こう支えてくれてる全ての人たちへのなんかこう思いとか、なんか決心をね、感じる。聞き入っちゃいましたね。なんかちょっとジンときちゃいましたもん。うん、そうですね。いや、本当そう思う。うん、さあ、今の高木監督で実は最後のゲストだったんです。そうなんですか。はい、あ、なるほど。ということで平野さん、座って、あっという間ですね。座って OK です。はい、はい、
あっという間ですね、怒涛のごとく次から次にやってきたんで、はい、そうなんですよ、もうね、あの今実は会場撤収がかなり始まっていましてですね、いつの間にかこれで最後だったんですよね、はい、はい、でも本当にいろいろ話が聞けて、そうですね、うん、やっぱりこのある意味このタイミングでないと聞けない話もね、うん、やっぱ聞けたんじゃないかなと思いますね、はい、いやどうでしたか、ニコ生初、いやちょっと面白かった、あ本当ですか、いや面白かったですね、びっくりこんなね感じでこの映像を見ながら、うん、本当にこうリアルタイムで、うん、まあ、質問なりこのコメントなりもらえるっていうのは、ね、ちょっとなかなかねないことなのでね、なんかこうどんどん平野さんが解き放たれてる様子が面白い変な質問とかもこう拾ったりしててねこちらもすごく貴重なところを見させていただけてすごい面白かったです、うん、さあ最後にじゃあ平野さんに質問あったら、僕にですか、もう最後ね、はい、あ平野さんよかったです、ありがとうございます、シャンプーやっぱりそこで僕はね、まあ、シャンプーは美容院の人のおすすめで、はい、名前は分からないです、だから美容院のシャンプー使ってます、ね、はい、あじゃあかなりお高いやつですね、いやいやでもそんなことないですよそんなことないと思います、はい、そんなシャンプー効果なんかねいやさっきの話じゃないですけども、はい、パンテーン対決ですかありますよね、はい、きっとその試合になったらきっとそう思い浮かべちゃいますね、でも私結構試合終わった後のミックスゾーンでの選手がシャワー浴びて出てきた後のシャンプーの匂いがすごい気になるんですよ、はいはいはい、あれ分かります、分かります、なんかちょっと解決しました、 あの方はパンテ、いやただね多分石川選手のように、はい、シャンプーにこだわってる人はその自分で持ってくるんですけども、はい、基本的にはチームがもうシャンプーとリンスはねもう常備してあるんですよそうなんですよ、あわお、あれ終わったところにポポビッチ監督、こんにちは、よろしくお願いします、感じでプリビレギアビティプリビレギアのコレペダメ、本当にこんなところで出演させていただいて光栄です、コレポゴスポッケー、イヨワコレポゴスポッケー、美男美女がやられてる番組に出演させていただいて感激です、この番組はこうやって今見てる人がこうコメントを出してきているんですよ、さだおわいエミシアへコグレダグレダラツァグレダラツァピッシュポルカサドブラ、何でもこう聞きたいことがあったら監督が聞かれたらすぐ返事も来ますし、もう監督への質問もいっぱい来るんで、いいオーディゴピータニャーはピータニャーいいオーディゴをどうぞそうなんです、さあではですねラーメン、何ラーメンが好きですかって質問来ましたけど、こういうくすぼりかじラーメン、こういうラーメンボリンスボリンス味にはこだわらないですね。すべてのラーメン好きです。ポゴトウボリンカディボリンカディクラッドのラーメントップ。で、特に寒い時に食べる熱いラーメンが大好きです、ね。あとうどんの味？うどんも大好きです。キムチキムチうどん。キムチ。あ、キムチうどん。じゃあ皆さん、じゃあせっかくなんでね、サッカーの質問を何かしましょう。何かありますか？今年の目標、フォワード争い、これ気になりますね。コーチビティプリシピッツ。コーチビティプリシピッツ。お前、コブディグラ、ナイボディコブディラ、ナイビシュゴロ。まあ、その時に一番いい選手がね、フォワード、一番いい状態の選手が、フォワードになると思います。かなりこう、争い激しくなって、誰が出てもなんか、すごいインパクトあるような選手が揃いましたけどね。下の今、予測2号コンクレンツやシュピッツ、タコダ。Наша играчи може да игра свако од почеток. Па нека буду добри, нека буде тако. Да се не осети кој игра, да нема разлики. Кој год буде играо, да игра добро, да игра за Ерце Токио и да да свој допринос да будемо најболи. Аташи га хонтуни нозондеру на соко деси, дали га детемо, јапари ана о канжи нај, レベルの差を感じないっていうチーム作りですから、そういう意味で、うちのフォワードの、フォワードのね、レギュラー争いが、レベルが高いレギュラー争いができているというところは素晴らしいところだと思います、ね、うん、そして今年の目標というのは何ですか？Ja sam rekao na kraju prošle sezone da ove godine želimo da budemo bolji nego prethodne godine, a kad se već takmičimo ja želim uvek da budemo najbolji, mi treba sve da uradimo da budemo najbolji, a to je cilj. Ma, 本当に昨シーズン
培った経験を今年しっかり生かして、そして、トップに行くということですね、やはり、J リーグの J1 の舞台 で戦うからには参加するだけではなくて、トップに上がってこそ、うん、チャンピオンの座を、ね、勝ち取ってこそ意味があるというふうに思ってますので、そこを目指して、トライしていきたいと思います。じゃあ最後にサポーターへのメッセージをお願いします。Prošle godine su bili najbolji, ove godine da budu još bolji i da pomogu i nama da mi budemo najbolji i da zajedno na kraju imamo razloga da se radujemo. 本当に昨シーズンはですね、リーグでナンバーワンの応援をしていただいたというふうに思ってますけれど、今年は昨年以上に熱い応援を期待したいというふうに思いますし、一緒にですね、チャンピオンの座を取りに行きましょう。I da ne zaborave, hoćemo pun stadion, hoćemo veliki pritisak, a kad je pun stadion, lepše igrati fudbal. あとは忘れてほしくないのは、アジスタをぜひ満員にしてほしいということですね。今年ぜひ多くのサポーターの皆さんに足を運んでいただいてアジスタを前にしましょうということです。なんか本も出されてましたけど本を出されたんですか？いや、ねずなこうせとクリエイズパポカズわお。Dobro, možda su imali problema da nađu ovu sliku。この表紙の写真見てもらっても分かると思いますけど、私はこういう険しい顔をいつもしてるわけじゃないと思いますけど、いい写真を見つけてくれたと思います。今見合いもっとね、かっこいい写真がたくさんあると思うんですけれど、いい写真を選んでいただいたと思います。確かにいつも笑顔がね、笑顔のイメージがありますからね。そうですね。今シューで興奮ボスメクタコだ。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ皆さんこの本もぜひぜひ見てみてください。ありがとうございました。お忙しい中。どういたしまして。ありがとうございました。ファラはもう十分さま。皆さんありがとうございました。スタジアムに、はい、スタジアムにぜひ足を運んで試合を見てください。ありがとうございます。FC 東京のランコ・ポポビッチ監督でした。ありがとうございました。どうもありがとうございます。まさかの最後のゲストでしたね。僕はポポビッチ監督とはそんなに、はい、話す機会はないんです、はい、なかったんですけども、いい人ですね。もう本当ですね。なんかいつでも笑顔ですし、いい、うんうん、監督の会見とかもいつも和やかな雰囲気で、うん、こう自分からいろんな話をしてくれる監督で、私はすごいこう監督会見聞きに行くのが好きなんですよ、ね。なんかこう人間性もすごくね、良さそうにこう溢れ出てる感じがしてね、うん、ね、いいですね。にしてもちょっと突然のね、びっくりしましたね。今カンペで今度こそ最後に、本当に最後です、ね。本当に最後。押してるんですね、もう。巻いてですね。もうだってかなり誰もいなくなってきてますからね。はい、まだまだ誰か来てくれるのかな。いや、もう来ないのかな。あ、ケンタさんね、見たかったです ね。でも平野さんのトークがすごいすごいって、もう言うのに必死ですよ。もう加藤さんに助けていただいて、何度私バカみたいな質問ばっかしてちょっと怒られてましたもん、ユーザーの方に。いや平野さんもまたじゃあ、ニコ生に来ていただけたら、ね、いやもう楽しかったです。本当にぜひまた呼んでいただけたらなと思いますけれども ね、はい、ふめさん、はい、こんにちは。サッカーキングの編集長がいらっしゃいますね。さあ、では、選手も監督も皆さんもういなくなってたかな。そうですね、ということでそろそろ本当にこの番組もおしまいです。呼んでって言ってもね、もういないんですよ。なんかもう皆さんパーティーに行っちゃったようですね。今日の来場者は4万4000人、そしてコメントが10万件だったということです。そんなに。スタジアム1個埋まりましたね。すごいですね。そんなにこう影響力というかね、こんな見てくれてる人がいるんです ね。そうですね。びっくりです。ということで、平野さんとお送りしてきました2013 J リーグキックオフカンファレンスですが、そろそろ終了の時間となります。じゃあ最後に視聴者の皆さんどうでしたか、楽しめましたか、感想を教えてください。聞きたいな。楽しかった最高。お、よかった。わ、すごい、 J リーグって最高だわって。嬉しいですね。アンケートしないの。ありがとうございます。開幕戦が楽しみになったんでね。いや、そうやって言ってもらえると ね嬉しいですね。いいですね。本当私もなんかますます開幕戦が楽しみになっちゃって、どの試合を見ようか悩んじゃいますね。悩みますね、これはね。これはね、開
開幕戦はね、まあ、録画して全部見たいですね。そうですね。でも全部見たら相当大変、まあまあ、次の週になっちゃいますよ。まあまあでも1日、まあ、3、4試合ぐらい見れる。わお。じゃあまずは、明日富士ゼロックススーパーカップ2月23日13時35分にキックオフということですので、ゼロックスの方も皆さんぜひご覧になってください。そして、J1 は3月2日 J2 が3月3日に開幕いたしますんで、今シーズンも皆さんスタジアムに行って盛り上げましょうね。一緒に楽しみましょう J リーグ。はい、ということで、そろそろ本当にお別れいいですか。お別れしてちょっと寂しいですね。寂しいですけど、ね、なんか言い足りないことあったら今のうちに。いやもういや大丈夫です。大丈夫です、まあ、また次回がありますからね、はい、そうなんですよ。また次回たっぷりとこのぐらいでね、さっぱりこ う, う、ね、次に向けてね終わるぐらいがちょうどいいですよ。名残惜しいぐらいがね、はい、ちょうどいいですから ね、はい、8分目で終わらせておきましょう、はい、じゃあ平野隆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。そして、視聴者の皆さんも本当にありがとうございました、それではこのあたりで失礼します。さようなら。ありがとうございました。